します。しまったー、ちょっと待ってよ、よいしょ。はい、というわけで皆さん、こんばんはー、こんばんはー、こんばんはといった形でございまして、すいません、ちょっとバタバタしながらのスタートという形になりますけれども、本日このお二人という形でございまして、はい、東大阪弁さんらんからは赤ちゃんマンさんですね、はい、そして、バロン木村さんが鶴見店からという形になりました。皆さんこんばんはという形でございますけれどもね、はい、はい、といった形でございまして、ちょっとね、いつもよりか違いまして、まあ、周りがいろいろと、はい、音量が入っておるという形なんですけれども、ね、木村さん、これについてはいかがされました？まあはい、空調のメンテナンス。なぜまた今日これをするという話になったんですか、これ。せっかくね、我々がね、はい、スペシャルやというのにもかかわらず、この大人たちは妨害してくるわけですね。はい、大人たちっていうか、まあまあまあ、そういうね、まあ日程の都合というものがございましてですね。だからってこんな360度囲うことないでしょ。今ですね、ちょっとね、周りをね、ちょっとこうね、肖像権の問題あるんで映しますけど、こうビニールが滑って、はい、はい、東大阪からやるやっていうコメントも来てますけどもね。確かに、ちょっとその考えはなかったですね。いやいや、これ見てくださいよ、ほら、はい、ね、もうあれ、ほら、ビニールで滑って。これ、朝の8時までかかりますから、あ、もし、ひょっと、ずっと朝まで。はい。あー、これ、業者さん、これ、大変ですね、これね。まあ、我々も同じぐらい大変なんで。このね、周り、この、まず第一に空調が効いてないという、そうですね、まずこの事実が、煉獄のような、ちょっと赤ちゃんマンさんもすでにもう、腕まくりをしかねない勢いで今、暑いですわ、聞いてなかったんですよ、もう、この、僕も半袖ですけど、ちょっとね、ちょっと待ってください、はいはい、赤ちゃんマンさん、聞いてなかった、聞いてないですよ、これ、もう、天休日、東大阪でも一番嫌なやつです、これ。聞いてないパターンね、はい、うん、はい、特にまあ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 、今日まだね、真夏ではございませんけれども、はい、今普通にね、目の前を通過されていきましたけれどもね、はいはい、今来たこのビリに何ということで、現在空調の、はい、残念ながら整備中ということですね、業者さん入りまして、いろいろと台が全て今ね、こういう形でビニールでカバーされているという状況で、東大阪でいいやろうってね、はい、ね、業者さんが通過と言われますけど、今から生で東大阪移動しようぜとか言われてますけれどもね、そうなると東大阪というのがね、てんやわんやになってしまいますんで、はい、はい、木村が東大阪行くだけやんって言ってね、はい、そう、空調整備長いよねと、飲食店だけど、はいはい、小さい店でも 4,5 時間かかるって方もいらっしゃいますね。あ、そうなんですね、やっぱり、はい、やっぱそういうもんだと思うんだよ ね、 ね、鶴見店さんも大きいところですし、東大阪さんもね、大きいところですが、こういう点の空調のなかなか整備は大変かというふうに思いますけどもね、はい、はい、はい、ね、タイミングが悪いのは全て木村のせいとか言われてますけどもね、まあまあ、よう言われますけどね。近くの今福行けばと言われますけど、今から今福弱しますか。そうですね、その考えなかったですね。その考えあってもよかったんじゃないかと思いますけどね、はい、今思えば、なんでちょっと言うの遅いですね。今ちょっと言われましてもという形になっておりますけれども、困るしかできない、はい、といった形でございました、はい、本日ね、軍団集合告知もあるよという形でございまして、はい、つい先ほどまで9時頃まで、7時から9時頃まで、面白い会社説明会とやらせていただきまして、本日新大阪店の方からやっていたんですけども、はい、その間にちょっとまあまあいろいろ告知ございます、まあ、昨日の、ね、はい、大当店の放送も告知いたしました、はい、なんとなんと貴重なイケメン軍団がなんでふって言ったんですか今。そんな大きいことじゃないですね。いやいや、だってこんなわざわざね、はい、ポスターを、はい、作っていただきまして、今ここら辺に出てるんですか。あ、そう、一つ左の外のちょうどね、赤ちゃんマンさんのその左側の左というか向かって左ですね。わあ、すごいね。え、そういうのいいから、そういうのいいから、そういうのいいから。まあまあまあ、でも我々元からね、はい、まあ、これがあるからイケメンなんじゃなくて、元からイケメンだからこれに入ったわけであって、はい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 、言われるのがただ活字になっただけですのでね。はい。あ、そのまんま言われてるのがそのまんま単にポスターにしちゃったと。もうやって言われ続けてますもん、うん、それはもうちっちゃい頃からもうイケメンやね。もうずっと言われ続けて早20年。そうですね、言われ続けてますね、はい、なるほどなるほど、はい、ここ鼻で笑うところと言われてますけどね。いや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 、言われますよ。ちなみにこれ次戦他戦問いませんという話をお聞きしてるんですが、はい、これは皆さん、もろんあれですか、こう手を挙げたんですか、我イケメンぞと。いや、挙げてないですね、僕は。お、他戦多選というか、う、
まあまあ、店から何人とりあえず行こうかって言って、はいはいはい、それでまとめてドッと出したと、まあ、投票していただいて、はい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 、それで、まあ、たまたま運よく選ばれたっていう感じです。さすが赤ちゃんマンさん。あ、はい、その木村さんはどうですか。もう他のね、こう鶴見店のこう代表として行ってくださいっていう形で出られたんですか。あ、ごめんえ、あ、ちょすいません、はい、もう一度はっきりとよろしくお願いします。あげました。手をん手を上げましたあ、手を上げられた。あ、なるほどなるほどなるほど。あ、もう自信ありと。あ、はいはい、ね、わらわら恥ずかしいとかって言われてますけど、なんなんですか、古いにかけられた、ね、なんですか、自戦他戦問いません。いや、罠ですか、そういう罠ですか。いや、ほら上げたら怒られる、上げたら笑われるみたいな。よくないよ、日本。いやいや、そういうとこある、そういうとこ。僕は何も言ってないですよ。僕何も言ってない、僕何も言ってない、僕何も言ってないよ。うん。だから嫌だったんだよ。イケメン、イケメンやめてやろうか、今。いや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 。変顔してやろうか、ここで。いや、イケメンはイケメンで、追い続けていただけたらそれでいいんですよ、これ。すいません、ちょっと取り乱しました。ね、あ、恥ずかしいとか言われてね。取ってと長くなんでおらんのとかね、チャラセラなんでおらんのとかね。まさかの自分から言ったんか、すげえなっていうコメントが来てますけどもね。ブービートラップ踏み抜いた。袖の下ちゃうんかとかって言われてますよ、これ。袖の下違いますよね、さすがにね。全然違います。ちゃんとこう投票していただいたということでお聞きしておりますんでね、はい、ちなみにですけども、順位はご本人分かってらっしゃるんですか、お二方。いや、順位って何か、順位がもう順位というか、その投票順位っていうのがいろいろあったらしいんですけど、それについてはお二方はご存知ですか。あ、知ってますよ、僕は。あ、知ってらっしゃる。はい、はい、僕知らないですね。え、知らない、はい、ほう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 、めっちゃ多かったですよ。そうですよね、はい、という話で僕はお聞きしてるんですよ。そういうことですか。ちょっと待って、今の顔見た、みんな。そういうことですか。ちょっと待ってよ、今みんな今の顔見た。じゃあ、ものすごい嬉しそうな顔したよね、今ね。いや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 、もうまたバカにされるんかなと思って。いや、ほんま。え、じゃあ、デビさん1位誰ですか。1位は、はい、どうやら、はい、このね、今右上画面ですけども、映ってる、はい、このまあ、日記日記店長がかっさらっていったという話をお聞きしてるんですよ。なんと全体で、なんとバロン木村さん、言わせていただいていいですか、はい、いいですか、はい、第3位。ほら、すごい。どうですか。いやいや、1位の流れです。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。え、1位じゃないと納得いかないの。いや、納得いかないですよ。ノリやったじゃないですか。いやいや、だってでもね、ほら、だって数あるこのね、イケメンと言われる、え、イケモンもイケメンの中で第3位ですよ。なんかすごく、なんか本人納得いってないんですけども。まあまあまあ、でも外見だけですもんね。うん、ね、そうですね。おいおい、ここドヤ顔ちゃうんかって、ほら言われてますよ、ほら、みんなからね、ほら。まあまあまあ、まあ、まあ、そうですね。まあ、まあ、見る人は選べないですからね。うん、ね、ニキボーイわかるけど、木村はなんでとか言われてますけどね。うん、バロンが1位なんてベイスターズの日本一並みないわとか言われてますけどね。まあ、ベイスターズに負けることはないと思うんですよね。ベイスターズと張りましたか、どうぞ。キリオパンダにないですよ。木村3位とか工作活動やろって言われてますけどね。萌えちゃんの票だけ20票あるんかって言われてますよ。まあ、きっと私も、多分彼女は私に入れないと。はい、見比べて他に入れる可能性が高いということでございますけどね。そういうやつですね。はい、バラエティ投票で。今日集まらぬのってコメントきますが、残念ながらね、まあ、近くにね、の東大阪店の赤ちゃんマンさんはすぐ来れるんですが、はい、他の店舗さん各作業ございますんで、はい、それが終わり次第こちらの方に来られると、はい、いうことになっておりますんで、もう急に決まりましたから。そうですね。5分前ぐらいですね。そうですね。いやいや、今日の7時にも告知してるからさ、分かるからね。はい、ということなんでね、はい、はい、といった形でございますんでね、皆さん、まあ、到着をぜひお待ちになった上で、はい、はい、はい、まあ、今日は全員来れるわけではございませんが、来れる方々プラスアルファ監督さんも来られるのかな。いや、来られるんじゃないですかね。あ、でも入れるかな全員。そうですね。現状このビニールでたくさんこう覆われてる状況ですんでね。そうですね。多分来た瞬間に、おいおい、どうしたんやという形に、はい、ならないかどうかすごい心配なんですけれども、ね、そうですね。もしかしたら器材足りなくて、ビニールをめくるという行為をしないといけないかもしれないです。はい、表のところに入ってくるときにね、ビニールをめくって入ってこないといけないと。やってるみたいな感じね。CB レビュー待ったなし、はい、爆死待ったなしって言われてますけどね。はい。はい、ね、日記日記の爽やか松浦早く来ていただくことでね、今降ってんからも。はい、松浦さん来られるということですんでね、はい、爽やかですか今ちょっと待って、
ちょっと待ってください、赤ちゃんマンさん、すごく微妙な顔した。いやいや、まあ、爽やかかって言われたらね、どうかなって、うん、爽やかじゃない、ね、じゃあ、ちょっとここからひょっとしたらまた、今福、鶴見、東大阪で、構想起きますか、これはまた、主任同士で。うん、はい、ね、池田の方が間違い、喧嘩打ったわらわらですね、はい、うん、辞退した人もおるんやから木村も辞退しようって言われてますけど。いや、僕以外の皆さんが辞退するのであれば、はい、その後に僕が辞退します。一番最後に辞退。ああ、はい、最後グループ抜けるのは最後と。そうですね、あ、最後までここにしがみついてやると、はい、いう形でございます。きっと居心地いいでしょうから、ね、はい。ポスターアップで もっとアップで見せてっていうコメントも来てるんですが、ちょっとこれ以上アップで見せれないんですよね、これね。ちょっとね、はい、皆さんが画面に、ね、近づいていただいて。まあ、あとは何に使うのも、はい、誰がいるのということですけども、はい、総勢で7名ですかね、はいはい、森口店からは西村さんですね、そして、寝屋川南店からは二木店長、はいはい、そして、赤澤さんが、ね、東大阪店から、はい、そして木村さんの方が、鶴見店からという形で、はい、あとは今福店の松浦さんですね、はい、そしてあと二方が、どなたでしたっけ、タウンライト伏せの小山、小山さんですね、はい、そして、大東店の、はい、小谷さんでしたっけ、はい、はい、小山さん、はい、小山さんですね、はい、が、メンツに入っているという形になっておりますんで、はい、まあ、この活動というか、これですね、ちょっとお聞きしたいんですが、この7名集まってまず最初にやるっていうことは何かあるんですか。それはちょっとね、僕らの口から、そうですね、せっかく伏せてるんで、あ、はい、この子らまたね、待っていただいて、はい、待っていただいて、じゃあ監督なり、もしくは、まあ、リーダーとも言えくる格の、まあ、そうですね、二木店長あたりからの口から、はい、ちょっと聞いてもらえればというふうに思いますので、その辺は楽しみにお待ちいただければと思いますけどもね、はい、ね、わざわざなんと有料の方で広告をしていただきました今。お、ニコニコ生放送で誰ですか、誰ですか、今ね、広告情報をお知らせしますということでね、はい、コメントきますけどね、バロン木村さんという名前の方が放送の広告を今されてますけれども、バロン自ら広告とか言われてますけどもね、はい、嫁確定ですね。あ、奥様ですかね、これに関しては、ね、奥様確定ですね、ありがとうございます、はい、今日も頑張りますので、はい、イケメンに入ってないけど、チャラセラーメンチャラセさんまでやめてないですよ、これね、はい、ね、小山とか大山とかでね、気候なダンスしてとか言われてますけどね、ああ、いいですね、いや、今日のね、はいはい、会社説明会の時に、はい、せっかくイケメン7名揃ったんやったら、はい、またなんかこう、新しい CM かなんか作る時は、その7名で、まあちょっとエグザイルライクに、まあ気候なダンスを踊ってほしいななんていうコメントも来てたんですよ。あ、なるほどね、はい、なんかバロンさん、なんか苦い思い出の方がなんか残ってるような感じですけど、まあ、そうですね、エグザイル、あのダンスはもう本当にもう、本当にもう難しい、やったことあるんですか。いや、ていうか、あれですよね、木村主任は以前、この CM ありますよね、こう、はい、気候なダンスの CM、はい、これ、踊ってらっしゃいましたから、ね、あ、出てるんですか、まあ、出てますけど、踊ってはないです。あ、いや、行った、はい、って、はい、だからやったんですけど、はいはい、もうこれの後がもうちょっともう、え、それ一番最初なんですか、これって、うん、はい、はい、あ、で、この後、はい、もうその後カメラ映してますよ、これ、はい、こうの、はい、こう行って、はい、もうそっからがもうちょっともう無理です。あ、踊れなかった細かいんですよ、細かいんですよ、なんか足のなんか角度がこうどうのこうのとか、はい、姿勢がタイミングがどうのこうのとか、はいはいはい、でいざ CM 見たらそこまで映ってへんやんと思うんですけど、ただね、これ実は30秒バージョン映ってるんですよね。あ、ちょっとこれ練習してますみたいなところは一瞬ワンカット入るんですよ、はい、でも最後尾。知らなかったっ最後尾に回さといった形でございまして、はい、まあちょっとね、バロンさんが、まあ、気候なダンスやるにはだいぶとちょっと、ね、ハードルが高いかもしれません、ね、はい、なので僕が踊れるような感じに振り付けを変えていただいたら、あ、まずそこ、そう、ね、もうちょっと振り付けを優しくしろということでございますんで、はい、ぜひね、次の方、ね、そんなの簡単じゃ、結構根に持ってんねって言われてますけどもね。ちょっと羨ましいと思った赤ちゃんマンであったとか言われてますけどもね。若干 CM でも CM ですもんね、言うとね、本当にね、はい、ああ、いやいやいや、あれも次戦でしたっけ。あれもあげました。そうです、ね、それ自分で自信やっててあげたんでしょ。木村さん、これ踊れるよっていう、いや、踊りたい。あ、踊れるじゃなくて踊りたい、むしろ、はい、でもうちゃんとやから、
書きましたもん。あのその、はいはいはい、で掲示板みたいなやつがあるんですけども、会社の、はいはい、いやもう踊りたいです踊れませんが、あでも踊れませんと書いたにもかかわらず採用されたんですね、はい、そう気持ちは組んでくださいなるほど、はい、で嗅覚がすごいんがとりあえず一番最初に手挙げたいがどっちやって言われてますけどね。そうですね、センター線映りたかっただけやろって、はい、もう決まらないラジオ体操がブックロで、ね、言われてますけどね。目立つやつやったら勝手に手挙がりますからね実践ならちゃんと覚える努力せえやって言われてね、はい、出世したいだけやんか無謀とか言われてますけどねファッ勝手に上がりますからね。まあね、そひょっとしたらまたその次の瞬間にはまた、はいはい、踊ってる可能性もございますんでね、はい、まあ、今後のこのイケメン何人組のちょっとご活躍の方もね、はい、ぜひ期待していただければと思いますんで、はいはい、さあ長々とだいぶ喋ったぞ、ね、早うてっていうねコメントもたくさん来ておりますけどもね遅いですねそのコメントも若干遅いです。いやいや、もうね、多分ね、5、6分前に来てるんですよ。ほんまですか？はい、僕もちょっとツイート喋ってたんで、ちょっと読めなかったんですけどもね。そうです、そうです。はい、もう我々もいつ打つんやろな、いつ打つんやろな、だから。といった形でございまして、もう15分間喋りました。すいません、はい。はい。といった形で、本日のお伝えでございますけれども、気持ちに何にしましょう、はい、本日は、寝台の、セイントセイヤでございます。はい、どんどんどんどーん、といった形でございまして、セントセイヤもう導入してからもう1週間ぐらい経ちましたという形になってます、はい、どうですか鶴見店さんの方では動きの方はね、ずっと動いてるという形をお聞きしてますけど絶好調ですよ。あ、絶好調と、もう動いて動いてもうしょうがないという形でございます、ね、東のサーテンも ね、 そうですね、導入されておりますけれども、はいはい、どうですか動きの方は。そうです、ね、北斗の剣と並んでね、そうですね、はい、遜色ないぐらい、はい、動いてるということで、ほぼ一緒、はい、うん、ほぼ北斗みたいな、ほぼほぼ北斗ほぼ北斗でどういう基準なんだ、まあまあ、それ、はい、ややこしになるからもうはい、続きますよ。はい、ということでね、設定カンパするんですかというコメント来てますが、本日はちょっとそうではございません、はい、本日でございますけれども、まあちょっとねメンバーが集まるまでは、はい、まあいつも通りのタイムアタックシステムという形でございまして、はい、まず15分間、こちらの方でカウントさせていただきます。その間に大当たりを引けなかった場合はその時点で罰ゲームと、で大当たりがお両方引けた場合にはだん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 時間が短くなっていきますよと、その間にガン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 大当たりなりセイント、ね、ゴールドセイントを倒すという形でねやっていっていただければと思いますので、ちなみに、はいはい、ちなみにですが途中で、他のメンバーが集まった場合にはルールが変わりますのでご了承いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします、はい、もちろんということはいつものあの箱が出てくるわけですか、はい、見つけちゃったキムさん、見つけちゃった、これ今日もありますよ皆さんごめんごめんごめんね、用意しちゃった、用意しちゃったんだ。だってイケメングループので鶴見でやりましょうよってなった時に僕聞いたんですよ、はい、企画どうしますかって、はいはいはい、いつもの鶴見でっていうスペシャルバージョンにしておきました。怖いぜ怖いぜ、怖いものがね、そうそうそうね、これもう、はい、ほんで新しいのじゃなくて、はい、今まで僕結構見る側に徹してた時期あったじゃないですか、あの時にもう震えたやつしかやってません入ってませんということですので、いつも通りのねこの、いわゆる、はい、肉体系と肉体系も8種類用意させていただきました、はいはい、そして、精神系の方も、はい、きっちりと用意をさせていただいているということでございますんで、あとプラス、はい、どうぞ、スペシャルカード入ってます怖いね、いやちょっと以前ね鶴見店に来てね赤ちゃんマンさんは解明なんてことも、そうですね、一人ケツバットさんというほんまにあの回ですね、あの回もうだいぶとねご本人に聞くとトラウマになったらしいんで、トラウマですね、はい、僕も放送見ながらああなったっす、やめてってなったっす、あれはそうそうそうね、ということもございますんで、はい、ひょっとしたら相当のカードも入ってるかもしれませんので、はい、ぜひちょっと注意をしながらといった形でね、はい、打っていてもね、お願いします、木村一人ケツバットやってやっていうコメント来てますけどね、いやもちろんねあっち系もありますから楽しみで、ちょっと人数多いんでね、僕から1個提案なんですけど、はいはいはい、引いたくじあるじゃないですか、はいはいはい、戻しません、戻しますか、また強烈な、また歩きましたね、1人ケツバット15分挟んで1人ケツバットみたいな中15分で1人ケツバットで、いやこれしかもかぶせてやらなあかん人の気持ちですよこれ、先発中継ぎ抑え1人ケツバットみたいな感じ
わかりました。いうね、なるほど。先発中継ぎ抑えまで全部一人欠場った可能性も、はい。じゃあもう関東でいいじゃないかと。わざわざ選手交代する必要がないといった形でございます、はい。はい。といった形でございまして、なんとなんとしゃべくり倒して20分経ってしまいましたので、やった！ぼちぼちと打っていきたいと思いますんでね。おめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。お疲れ様です。はい、スタート。お疲れ様です。はい。はい、じゃあお二方、じゃあ席の方へよろしくお願いします。ジェミさん、後でこれ映しておいてください。この温度計、これ。僕ね、ここばっかり見てたんですけど。そうなんですよ、赤ちゃんマンさんがずっとここをね、見てるんですよ。来た時 26.8 やったんですよ。今 27.9 度。20分で一度一部上がってますよ。あ、もうね、早早早早打たんな、早早多分放送終わる頃には赤ちゃんの体温ぐらいはい、じゃあよろしくお願いします。今日ね、あのカメラの方右後ろから映しておりますんで、はいはい、ちょっと左に傾きながら打っていただければと思いますんで、これこれよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これが木村カメラですか。ねえ、お、木村さんこれ打てとか言われてます、ね、同じの1回、同じ人が2回1人ケツバット引いたら最高やねって言われてますけど、えらいことになるからね、本当にね。ややこしいですね。はい、ややこしいなりますね。2人1人ケツバット、ね、はい、そしてね、今ね、うちのマイマイの方から情報が入りまして、はいはい、日記日記店長が今、はい、どうやら鶴見店の方に向かっているということでございますんでね。はい、じゃあそれまではじゃあやっていただきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速でございます、スタートよろしくお願いします。はい、はい、ちょっと今ね、私の方で、あの準備しますんでね、少々お待ちください。下げておきましょうね。わ、この音量調節のところもクジラッキーなんですね。そうなんですね、今回はね、はい、はい、前々来るの後編に乗って、前々来ません、今日お休みでですねイケメンにイキニキだけやなとか言われてますけどもね、はい。あ、まあ、イケメンって概念ですからね。イケメン概念ない、概念で済ますんかいな。はい、まあ、私、だって顔とかよりも、はい、結構僕あの内面を見てほしいなって思うんです。ああ、なるほどなるほど、はい、お二方もうちょっと左に寄ってもらっていいですか。若干ねんで、はい、すいません、お願いします。はい、よし揃ったらイケメン風あるあるで、ニキニキだけやめ、キムキム。早速ですが、今週の萌えちゃんとシンボル情報ありますか。まあ、シンボル情報、シンボルの情報っていうのもよく分かりませんけどね。股間のあれじゃないですかね、シンボル情報っていうのはね、はい、毎回私の股間が攻められてるわけではないんで。そうそうそう、いや、てか毎度毎度攻められてるイメージありますけどね、はい、僕の中ではね、はい、何がありますかね。いや、最近ね、結構ね、おとなしいんですよ、猫を飼い始めてから。あら、猫飼い始めておとなしになった。はい、はい、それでもなんか猫飼って満足しちゃったんですかね、萌えちゃんはね。ですかね、まあ、強いて言うなら、あの猫が萌えちゃんに発情してるぐらいですかね。それあかんやろ。生後一切立てないんですけどね。なんか最初なんかお尻触ったら喜びよるんですよ、猫の。へえ、はい、ほんでもう萌えちゃんは喜んで親猫やと思っとるみたいな。それ萌えちゃん喜んでんねんや、それ。親猫がお尻舐めるそれと勘違いしとるわー言うてわーやるんですよ。喜んでんねん。もう猫もふにゃーふにゃー言うんですよ、気持ちよさそうに。もう今日もお尻撫でて言うてきたからやってあげて言うて、猫もふにゃーふにゃー言うてるんですよ。でググったら発情期です。それは発情してます。オス猫がケツを上げろと叩く仕草さんに似てるからです。ああ、なるほどなるほど、それ似てるからということでね、はいはい、もうめちゃめちゃ、はい、発覚した機能なんですけど、めちゃくちゃ悲しそうです。発情わらわらって言われてますけど、ね、発情してんねやみたいな。虚勢した方がええでって言われてますね。そうですね、はい、ちょっとそれもまさかこんな早く発情すると思わなかったんで ね、はい、ね、もうなんかダメダメやろと言われてますけどもね。猫飼い始めたんですかってね、猫飼い始めたんですけどね。そうなんですよ、はい、じゃあね、コメントたくさんもうね300個近くいただいてますんでね、早いな、早速ね読んでいきたいと思います。たくさんありがとうございます、本当にね。こんばんは、ね、イケメン軍団に木村が入っているのとね、木村結局何だったので3位ということですね。木村カードもあるね、キムキムバラエティー枠でしょ結局って言われてますけどね。いやいやいや、メインですよ。皆さんお待たせ、今日も山形県から見てますってことで、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さて今日はどんなわちゃわちゃ会になるということでね、本日どれだけわちゃわちゃするのかすごい心配です、私はね。今来ました皆さん、こんばんは、ね、木村がいたの木村カードのおかげです。宮崎からこんばんは、イケメンセブン楽しみですってことでね、ありがとうございます。イケメン軍団じゃなかったら暴動あるでないでって言われてますけどね、はい、いけないメンツ略してイケメン。 JP 先生一人ケツバットさん、キムキムこんばんはってことでね、こんばんは、解明された名前を言ってある方いらっしゃいますけどもね、はい、一人ケツバットさん定着させようというやつがいますね、一人。一人ケツバットさん、木村カードマンさん、大番ですってね。、はい、バロン木村だってね、東大阪がやれって言われますよね。木村髪型変えたって言われてますけど、そうなんですよ。お、皆さん気づいてらっしゃるということでございますけどもね、萌えちゃんがね、ガン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 来て毎日来てくるんで ね、やっぱこの髪型になりましたね。
だんだん短くなっていく、ね、だんだん短くなっていきます、はい、なぜ今日鶴見にしたか、今今日このビリないということでね、今ちょっとね、いわゆる空調の方の整備をしておりますんでね、東大阪でやるイケメン全国無線とは言ってない業者さんが通過と言われますけど、さっき通過しましたね、はい、いやでも左はかなりのイケメンだと思うね、バロンよりね、ベアンがイケメンとかね、タイミングが悪いのを全て決めるのせいでね、予約予定を把握してない木村が全てバロンってね、木村カードに直せるんでしょと言われてますけどね、皆さんこん皆さんこんばんは、 JP さん東大阪お疲れ様です、あれ新規オープンですかって言われて、新規オープンではございませんのでね、はい、空調のメンテナンスですね、はい、うん、木村カードで、警察官職質受けたってね、イケメン爽やか松浦いていらんってことでね、今この松浦さんもね装置機あると思いますんで、イケメン軍団どこってね、前々おやつにここ花で笑うところって言われてますけどもね、はい、誰いるのってこと今ね、名札の方出させていただいてますけどもね、はい、アックに呼べってね、萌えちゃんカットうまいねって言われてますけどもね、そうですね、はい、うまいですね、木村の髪型とかどうでもいいって言われてキムキム猫飼っていいアパートなんですかっていうコメントいますけどね、あ、そうですよ、猫ね飼っていいところやったんで、あ、なるほど、はい、はい、ちょっと木村うるさいから3時間ぐらい黙っててとか言われてますけどね、まあ、うるさいね、あのそっちでボリューム調整してもらっていいですかはいね、おじさん木村の後頭部映してって言われてますけどね、こういうコメント来るとすぐガードしますんでね、この人ね、はい、はい、もうずっとそっち向きながら打ってもいいんですよ別に私は画面見てください、画面の方、ね、皆さんが耐えれるんやったらですけど、うん、部下を脅して投票させたって聞いたけどっていうコメント来てますけどね、これ確か寝屋神並店のコマコマさんあたりが確か、協力を仰いだっていう話は聞いてますけどね、いや汚いやつですね、はい、イケメンセブンには選ばれなかったようですけどね、そういうところですよやっぱりそういうところが、あ、そういうのをねこう無理くり協力してもらったらいけないと、はい、うん、ダメですよ、ダメです、そんな正々堂々行かないと、はい、うんね、袖の下やろとか言われてますけどね、はい、萌えちゃんが裏金で釣ってましたね、木村は3枚目でもいいやんっていうコメント来てますけどね、本人としてはもうね立候補せざるを、ね、得なかったというところみたいですけどね、そうですね、やっぱね、はい、僕なくして、まあ、イケメングループって言われてもねまあまあちょっと、ね、あれなんか笑われるんちゃうかな、恥ずかしくなっちゃうんちゃうかなっていうのは ね、はい、あれですね、ねイケメンで、はい、あ、ちょっとね今ちょっと画面ずれましたけど今戻しました、すいません、はい、ね、まあ、木村らしいな、同活主任とか言われてますけどね、そういや木村カードの応募方法は決まりましたかって言ってますけどね、2週にわたって引っ張るんですか完全に引っ張ってますね、しかも途中違う回挟んでまだなお、ね、はい、そしてその前回にあの木村さんアミバ佐藤さんについて一言って言われてますけど、あの、ね、佐藤時のつもりだったらしいんで、散々みんなからアミバアミバって呼ばれてましたけどね、言われてましたね、はい、どうですか、許さないですよ、あれはあの彼のテンションが、うん、もうなんかアミバだテンションがアミバなんですか、テンションがアミバだった、アミバに見えてしまうほどアミバだった中身がこういうところですよ、あ、なるほど、時には見えなかったというところですね、そう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 、だからもうあの時になるまで、うん、あいつもずっとあの格好でさせるということですかね、心の底から時になるまで あいつはもう時をやり続けてもらいますから、ずっと佐藤時のまんまでいくんですね、はい、それの打ち方が、打ち方すらイケメン度を感じさせられない木村っていうことですね、はい、うん、そういえば木村カードの回の罰してないよねってことでね、多分ねそのうちやってくれるとは思いますけどもね、木村カードの罰次の罰に加えようぜ、木村って倒される手前の顔に似てるよねって言われてますよねどんな倒される手前の顔ってどういうことやろな、もう血管が耐えれてないやつでしょまあどんなグループにも3枚目は必要やからなって言われてますよね、はい、そうそうそう、ね、木村カード罰ゲームはだとかってみんなきっちり覚えてますけどね、これね、すごいですね、覚えてますね、うん、ね、イケメンってやるなら本気でやるべきやったぞ、これは敵を作るとか言われてますけどもねね、木村コマコマと同じカテゴリーになってまうで、ね、まあ、イケメンやるっていうか、まあ、イケメンでしたからね元から、あ、なるほどなるほど、やるとかそんなんじゃない、あ、イケメンする次第の問題じゃないんですね、はい、これはね、逆にイケメンじゃなくしてほしいです、はい、それは、ね、イケメンじゃないからって泣くなよ木村って言われてますけど、うん、思い切りは笑ってますけどもね、うん、木村欲しがりやなとか言われてますけどねこれね、ね、キムキム3位とか終わってるとか言われてますけどね、ニキボーイ分かるけど木村はなんで、キムキムどや顔すなとか言われてますけどね、あの汗止まらんくなるんでやめてもらっていいですかバラエティ投票ですよってね、今日は集まりますね、今日集まらんのってコメント来てますけどね、今日は集まりますんでね、はい、まあ、あの来れる方来れない方いらっしゃいますんで、その辺はご了承いただけたらと思います。キコちゃんのイケメン投票しようとね、エアコンおらんとか悲しいね、ニキニキ店長確定やろうけどバロンはないとかね、ベイスターズバカにすんなって言われてますけどねベイスターズの方で怒り買っちゃった、あ、そっちの方でも怒り買ってますけどね、はい、何票で3位ですか、やらせですかとね、木村今からでも遅くないから辞退しようとね、このメンツでユニットでも組むんですかということでね、また今後の活動はねこの後の告知でやっていくかと思いますけどね、はい、はい、まあ、いろいろできるでしょうね、そうですね、はい、赤ちゃんマンさんは選ばれたって聞いてどうでした？
いや、まあ、結構まあ複雑でしたけどね。あ、複雑、はい、今後何をするのかも含めて。いや、っていうよりか、はい、そんななんかね、イケメンってもう逆にあの、あ、ちょっと恐れ多いみたいな感じですか。はい、木村さんとはちょっと違うんで。はい、木村さんとは違う、はい、なるほどなるほど。あ、なるほど、はい、そういうことによって自分の株を上げようとしてる。いやいやいや、木村さん落とし入れて、そうやって他者を蹴落としてやっていくわけです。これは本当にイケメンと言えるんでしょうか。私には分かりません。なるほど、はい、それをあえてそういう風に受け止めるんですね、はい、木村さんはね。いやいや、まあまあまあ、私みたいな人もいるということですよ。恐ろしいですね、はい。今日大阪に出張に行きましたけど、鶴見に行ったんですけど、木村さんに会えなかったんです、寂しかったというコメント来てますけどね。あ、ほんまですか、はい、もうちょうど多分ね、抜けてる時間なんで、ね、あ、今日中抜けという形だったんですかね、はい、落としたらね、はい、バローンってね、よし、出落ちしたから木村帰ってええでって言われてね。、はい、よし、とりあえず聖夜の台の打ち方説明してって言われてますんで、じゃあ木村さんの方、あの木村さんか赤ちゃんマンさん、どちらか説明していただいてよろしいですか。はい、では赤ちゃんマンさんお願いします。いや、分かりかねます。おいおい、ここ二人。さっきからもう見まくってるんですよ、もうなんかの。まあまあ一応ですね、はい、まあ、純度 1.5 枚の、ART となってますね、はいはい、初期ゲーム数は50ゲームと、はい、ね、まあ押し方に関してはもう全リール赤7でええんちゃうかな。いいんじゃないですかね、これ。大丈夫なんですか、どうですか、それで大丈夫なんですか。はい、安定のわからんかとね、うん、帰れって言われてますけどね。あ、まあそうですね。まあ、あとは後の方やつに関しては、まあ他のパチンコ屋さんとかでもやってると思うんで、放送の方はね、そちらを見ていただいたらいいのかなと。ね、うん、我々はそういうのじゃないので、はい、赤ちゃんマンお願いしますから分かりかねますの流れに終わろうたって言われてますよね。うん、木村カード、今日山田電機で使えなかったけどどうなってるのね。それは山田電機じゃないからです。説明できへんやつは帰れって言われたんですけどね。木村が鶴見代表とかってね、赤ちゃんマン会話に入れてない、頑張れって言われてますけどもね。はい、頑張ります、うん。木村は昔からナルシストって言われてるね、鏡がたくさんあったとかって言われてますけどね。はい、あ、先ほど広告を売っていただいた分ですね、バロン木村さんに広告を言っていただいた分で53人来場者数を増えました。ありがとうございます。はい、いや、身内ですからいいです。それはこれはね、はい、それは、ありがとうございます。はい、しばらく黙ってくる。今のウエスカーに放送報告しとくわって言われてます、ね。はい、もう全リールあからで、ね、ほんまにええんやなと、明日うちに行くぞっていうコメント来てますけど。いや、ちょっと待ってください。これはね、でもね、はい、あ、でもこれはね、ああ、なるほどね、チェリーも狙わないといけないのね。そうですね、左はチェリー、多分バー狙いで大丈夫なんじゃないかな、左に関しては、はい、滑ってきたらスイカ狙いっていう形になる。あ、そうですね、右リールだけ赤7狙ってしまうとチェリーを取りこぼしますので、はい、まあ、あのそれでもいいなら赤7狙ってください。なんでそんな必要に赤7を押すんですか。はい、あ、チェリーはでも赤7でも大丈夫ですね、はい、あの赤7がチェリーが赤7の下についてますんでね。あ、じゃあ大丈夫なんですね、結果。じゃあ全リール赤7で、はい、赤7でも全部 OK やと思うな。スイカもフォローできますんでね。優しい台です ね、はい、ね、優しい台です。しばらく黙ってくるか、こっちみんなわらわらと言われてね。新規の53にはもうおらへんやろなって言われてますけどもね。先ほど広告の方で売っていただきましたけどね。そうですね、はい、そうしたらまたあの広告打つだけの話ですから。自ら広告を打っていく、はい、もうやって削られるのは僕のポイントですから。ちょっと赤ちゃんマンさん、あれですね、今外れちゃいましたけど、おろ、なんかあ、これフェニックス行ってません。いや、これ行くでしょ。あ、ウィン来たじゃないですか。ありがとうございます。当たった早い早い。ありがとう。これあれでしたっけ、負けた方がもういかいくって感じですか。僕はいやいや、もうそのまま打っていただいて。あ、なしって、はい、はい、大丈夫です。あ、今の、はい、いや、もうこれでね、バロン木村さんまだ打てないんで、まだ罰ゲームの可能性は、はい、あのバロン木村さんのみ残っておりますんでね、早く当てましょう。あと4分ないですよ。やった、はい、やった当てんなよとか言われてますけどもね。、はい、赤ちゃんマンセーフって言われてますね。はい、これでセーフでございます。めっちゃ嬉しい。まあ、私は、はい、私もっとあのイケメンなタイミングで当てますから。あ、イケメンだと、あ、当てちゃう、はい、あ、なるほど、木村と持ってるものがちゃうとか言われてますけどね。ほら、はい、なんかフリーズしてるもん、ほら。キムキムを出たら木村は当てんだよって言われてますけどね。はい、といった形でございまして、これがビッグボーナスという形でございますね。あ、私の気持ちに応えるようにチェリーが降臨。お、さあどうかな。はい、木村は当ててから話をしてくださいと言われてますけどもね。はい、といった形でボーナス、ビッグボーナス獲得枚数は204という形でございまして、これセブン整数チャレンジというやつがございますね。そうなった時にいわゆる、まあ、押し順をね、アシストしてくれるということですので、左に、バーベルだったかなの方をビタ押し、左リールに
はい、していただければ押し順は2択にならずに済むという形でございますね。はい、どうですか、もう機械のスペックは全然わからんから、あ、まだ大丈夫ですよ、はい、その時点でまだ大丈夫です。途中で多分カットインみたいなのが入ると思いますんでね、はい、その時に、バーを、2連バーを常駐弾にビタ押しですね、はい、うん、弱地やったら無理やろうとね、木村うるさいから少し黙って、うるさくて頭が痛いんですよ、これは、ね、すいません、それはそれはすいません、うん、あ、イケメンやったら時間内に当てれてと当たり前やんなって言われてますけどもね、いや、はい、もちろんですよ、それは、はい、当てれないとかね、ちょっとさすがに、あ、それはさすがにないと、さすがにね、イケメンじゃないという形でございますね、はい、あ、木村カメラ目線でニカッと笑って手振ってくださいって言われてますよ、はい、その時間でもすでに、ね、20秒ぐらい経っておりますけどね、大丈夫ですか、回さなくて大丈夫ですか、はい、ね、木村カードで当たらないんですが罰ゲームお願いしますって言われてますけどね、罰ゲーム残り2分終わってからという形になりますんでね、さあ赤ちゃんマンさん、ここから ART 入るか入らないかですね、はい、さあミッション来ましたね、どうかな、こっちみんなやめろと言われますね、木村さん、かっちゅうてかっこいいからっていう、ね、コメントも来てますけど、その一方で、キモっていうコメントも来てますけどもね、まあまあまあ、まあ、万人受けするわけではないですからね、はいはいはい、バトルに勝つとストップでしょうね、こっちみんなキモって、見ないでください、みんなってことですけどね、はい、あ、なんかちょっとそっちの方が大なってきましたなるほど、あ、ミッション入ったけど、今の失敗かな、赤ちゃんマーさんの方はね、はい、さあ、と言ってる間に、と言ってる間に、JP さん、これは僕の方のやつは何ですか、これ、あ、一応それチャンスゾーンじゃないですかね、それはね、イケメンやわーって言われてます、かっこ白目って言われてますけどね、白銀セイント、プラチナですか、プラチナセイントですね、それね、プラチナセイント派遣中、あ、そういうお仕事なんですか、さあ、一応チャンスアップです、派遣中です、お仕事じゃないよ、お仕事じゃない、派遣職、箱の中身が楽しみやねってね、コメントきますけど、ね、あ、黄色、はい、イケメンやわーって、ね、あっくんとか、うん、あっくんと取ってと変われ木村さんと言われてます、さあ、連打どうだ、あ、これで当てたらイケメン、孫を残り45分、45秒、孫をことなきイケメンですね、はい、あ、なんかバトル発展しましたよ、はい、残り何秒ですか、残り35秒です、35秒、はい、はい、ないって言われてますけど、いやいやいや、はい、ほら来た、行くぜ、マックスベット、うわ、あ、赤いぞ、さあ残り20秒、さあどうだ、お、それ当てるか、ほんまのイケメンなるか、おい、この台がね、出れましたねこの台が完全に出る、これ当てるかね、え、嘘やろ、はぁ、木村帰れとか言われてますけどね、お前マジ帰れよとか言われてますけどね、いやいや、まあ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 、見たくないこの光景を信じられない方もいらっしゃるので、まあ、これが本日の現実というところ、木村今の当てへんとこやろってね、はい、うん、ね、赤の揃えるまででしょってね、じゃあ10分に短縮やって言われてますけどね、はい、残念時間過ぎてましたね、はい、JB さんちょっとあの端っこから見てるんで分かんないんじゃないですかちょっとこっち覗きに来てもらっていいですか、あ、覗きに、はい、はい、あ、覗きに行きましょうか、はい、これね、はい、今こういう状況なんですよ、皆さん分かりますか、これね、すごい状況になってますよびっくりしました、これちょっと待ってくださいね、今ねカメラを追加しますけどね、あれこれ結構前からですよね、そうです、あ、はい、ちょっと前から来てはったんですか、これちょっとなんか不自然にもうスラーっとした、うわー、スラーっとしたパン、ちょっと待って、数か何の話してんの不自然すぎるやろちょっと待って、赤ちゃんマンさん今素でビビってたやん、これなんだいやいや、俺も二度見したけど、はい、いや俺、いや、パンダってこんなところに生息してるんですね、これ。しかも T シャツに気候なんて書いてるよ、これ。いや多分うちのあれなんですよね威圧感とか言われてますけどもね、はい、出張パンダさんこんばんはとか言われてね、赤ちゃんマンさんに感じたら気づいてなかったんかって言われてますけど、まあ、完全に今気づいてなかったですね、これね、はい、パンダのプレッシャーってね、あれ寝屋川みなみかなとか言われてますけどね、はい、さすが日記日記ということでコメント来てますけどもね、はい、パンダさんどこいました、あ、来ました、はい、映っておりますんでね、はい、パンダさん映っております、こんばんは、こんばんは、パンダさんだ、パンダさん喋った、普通喋るんですねじゃあすいません、椅子ありますんでそこちょっと座っていただければ、はい、あ、今天井映してもらったかな、これよいしょ、
はい、じゃあお二方ね、セーフでしたんで次回していただいて。はい、いやすいませんね、なんかあれですね、引き強いですね今日我々ね。そうですね、すごいですねこれね。残念ながらちょっと、うん、木村さんパンダ決定でって言われてますけども。あのパンダですか。はい、あのパンダ私中身知ってるんでね。よけれないですかね、はい、もうなぜならね、あの、はい、こんだけ距離離れてるのに、はい、あっこから威圧してきますからね。すごいですね、威圧感、はい、すごいですね、威圧感って飛ぶんやね、はい、すごいですよね。あ、オーラが出てくるんですね、はいはい、しかもこの座り方ですよ、はい、この座り方。いやもう顔以外もパンダの要素ないじゃないですかねって。パンダマンかっこいいよって教育テレビかと思ったってコメントも言ってますけどね。じゃあ続き回していただきましょうか。残り時間帯考えろ。はい、行きます、スタートー。というわけで残りの方がつくまでパンダさん今しばらくお待ちいただいてよろしいですか。大丈夫ですか。はい、うなずきましたけどもね、パンダさんお疲れ様です。エセ柔軟剤店長とか言われてますけど、ね、ちょっとエセいらんよ。あ、エセはいらないですか。はい、エセいらんよ。はい、じゃあパンダがキムキム蹴ってきてって言われてますけどね。総選挙1位のパンダさんこんばんはということでね、いや見事にあのパンダさんイケメンということで認定されたということですね。この後素顔がおそらく見れるんじゃないかなというふうに思いますけどね。それに加えてパンダ帰れっていうコメントきますけどね、ビキニバーには行きましたかってねコメントきますけどね、パンダにバットを持たせてしまえば鬼に金棒って言われてますんで、あのちゃんとほらパンダさんほらいつものやつはちょっと違いますけども、あのねバット用意してますんでね。はい、うわめっちゃ打ってる、うわめっちゃ打ってる。さすがパンダさん、怖いでこのパンダさん、ガタイ良すぎてバットめちゃ短く見えるんですよ。めちゃくちゃ短い、はい、ねえパンダさん、コマコマは事件を落としましたかというコメント来ますけどね。コマコマはね、はい、引きこもってますわ。あ、引きこもってますか。今日休みで引きこもってますわ。あれ、なんかいつもやったらなんか外に打ちに行きそうな感じもするんですけどね。給料前なんですよ。そうか、お金ないんです。なるほど、そういうことですね。はい、パンダさんよりマイマイさんの方が可愛いですからいらっしゃいますけどね。パンダにバットを持たせてもらえば鬼いかなと、ね、利き柔軟剤できてなかったからエセ柔軟剤とか言われてますけどね。パンダさん柔軟剤持ってきたとか言われてますけどね、さんざ柔軟剤が有名になってしまってますねこれね。そのパンダはどこで買ったんですかというコメント来てますけどね、はい、あれですか、どんどんどんドンキドンキオーテーらしいですよ。はい、歌歌ってすぐ分かるところですよね。木村とコマコはどれでしょう。なんで歌にしたんですか今。パンダさん寂しい感じを醸し出してくださいね。もう金あらへんのか、今日はくるくるいないからはちゃめちゃならないかななんてコメント来てますけどね。この後はね、おそらく、まあ、例のイケメングループいろんな方来られるかと思いますね。そうですね、うん、このパンダはバット折るぞって言われて、前もねバットが2本ほどお釈迦になっておりますんでね、はい、どこの外国人つけたんですか。はちゃめちゃになるだろうってね、パンダのアシスタントはクリクリだから一緒に来ないと分かんやんって言われてますけどね、うん、罰ゲームどこ行ったんでね、天はパンダに二物を与えたということで、さあ、というか何気に赤ちゃまさん、あれですね、ART 入ってましたね、これね、はい、で、チャンス目引いたといった形でございます、はい、これ ART なんですか。赤ちゃまさんのは ART じゃないんですか、これ現状。分かりかねます、分かりかねます、出た、分かりかねます、なんてことは、ART かどうかすら分からないんで。はい、木村はっきり言ってパンダはすごいと、給料日前であと10日間ぐらいありますよって言われてね、ババコンが VS パンダ、ね、バットって木村のケツに突き刺そうって言われますけどね。ジェピーさん、はい、今近いです、はい、いやいや、あかんあかん、顔出したらあかん。なんちゅう顔で見てるんですか。なんちゅう顔で、なんでまたバット片手に後ろから見てるんですかこれね、はい、うん、パンダの100倍怖いですよ。4番ファーストパンダとか言われてますけどね、はい、成人男性の真顔を久々に見ましたよ。バクダイはバーサスバーね、木村寝屋川みなみの人はパンダにすらタメ口だから木村タメ口で喋ろうぜって言われてますけどね。いやそうですね、ちょっとあのさっきまでやったらいけるかなと思ったんですけど、はい、あれこれですね、素顔のあの顔見た瞬間にもう無理ってなりました。顔見た瞬間に無理でしたから、はい、もう僕 の、 あの遺伝子がもう恐怖を感じました、ね、暑かったんかって言われてますけど、今ね、店内今せ、空調の整備中でございますので、今で何度ですか。28.6 度です。順調に上がってるじゃないですか。順調に上がっていってます現状ね、はい、パンダの素振りまた見せてくれって言われてますけどね、はい、いやいやいや、パンダさん、日記日記店長が寝起きでポスターの写真撮ったっていうのは本当ですかっていうコメント来てますけど。大丈夫ですか。
今あの多分取った取ってあのつけてるんでしょうね今パンダをね、はい、しばらくお待ちください。なんでかぶってきたんですかじゃあ木村パンダにタン飛ばそうとか言われてますけどね、はい、で ART なんですかっていうふうに言われてますけどね、ではないの。いやなんかめっちゃ熱そうなやつ来ましたけどねこれも当たり当たった。ゴールドセントバトルには行きましたよねさっきね。はいですよね、はい、木村が当てるから今のところは面白くないぞって言われてますけどね、はい、まあまあ面白さ求めてないんで我々、うん、あドラちゃんはイケメングループ入らなかったんですねということで、ね、主役店長の方は立候補はされなかったんですね赤ちゃん。おーっとクジラッキーやで。クジラッキー来た、すげえ飛んでる、周り飛んでるやんクジラッキー。はい、おめでとうございます。お見事、これまたセーフ、セーフですね、これ赤ちゃんマンさんまたセーフですねこれね。はい、いやもう当たりすぎてちょっと、あらありがたい、ハモっちゃうハモっちゃうなんでハモらすのそこで、はいちょっと台変わります、これちょっと、いやちょっとえらいことになってるよ今日、当たりすぎでしょ、ね、鶴見放送は台がメインじゃないよって言われてますけどね、はい、いやなこれ一人ケツバット日記に見てフリーズしてたってね、かぶるかって、ね、セイントセイヤでクジラッキーわらわらって言われてますけど、いや またこれあれか、じゃあストップしますね、また何分ぐらいでしょう、なんかビッグボーナスバーニングって出たんですけど、ね、何ですかバーニングって、バーニング、はい、言ってるだけですか、バーニングって言ってるだけですか、ART 入りましたさっき、いやボーナス終わって速攻ボーナス引きました。あーどうなんだろう、あ ART 受験定だと、特化ボーナスっていうのに行くみたいですね、ビッグボーナスバーニング、はい、あなるほどね、はい、あのレギュラーボーナスバーニングもあります、はい、要するに ART 中に引けばその分だけ上乗せる可能性はありますよというところでございますね。はい、あ木村バトル中だったってねコミュニティね、もう2人とも当たったからパンダに口引かせへんかって言われますけどね、何でもええんか、そうですね何でもええのか君たちは、はい、バロンは妙に引きええ時あるからなんで、木村もええ加減にせえよって言われて、いや来てまいりましたねその引きがはい、後ろの方で今ニキ店長が、はい、飲み物飲みながら観察中でございますけどね、木村マジで頼むでって言われてますけどね、はい、そっちのカメラから映ってるんですよね、はい、ちゃんと映ってますよ、今後ろから覗いてるところまできっちり映ってますからね、なんでそんな表情なく入れるのかがはい、まあさすがにちょっと今日ねニキ店長パンダの花弁はさすがに熱いですね、いやちょっとびっくりしたんですけど、はい、この店内の熱さに大変申し訳ございません、あのガチでいわゆるね空調の方の整備の方 と、日程が被っておりましてですね、はい、いや親切ですよね親切親切、はい、じゃあもうね時間も時間でございますんでね、じゃあ残り7分でいっときますか、はい、はい、じゃあもうスタートしますんでね、はい、お願いします、次のあたりまで当ててくださいよこれね、はい、はい、木村にかぶせようぜガチで木村うるさいね、パンダ木村が悪いんやって東大阪からしたらええのにってね言われてますけどね、完全に木村主任のあれになって責任になってますけどねこれね、まあまあ何とでも言えばいいですよ、うん、木村それ日記に今日普段の顔やぞって言われてますパンダさんはね、はい、でしょうね、そうですね、パンダさんになった時はキャラクターが変わりますんでね、はい、ニキ店長こまこまに梅田の梅北のラブテラ主任に電話してくれって言ってましたよってコメント言ってますよ、あらあらどういうことかなこれは、テラシュ確かあれですね、テラ主任は同期やっていう話はね、最近、あーそうですそうです、はい、ね、本気でキムキムが悪いやろこれはって言われてますけどまあまあ引きが良かったらあれなんですね、攻められるんですねここはいやーそんなこんな言ってたら、はいちょっと待ってくださいね、今日聞いてなかった方もいらっしゃいましたね、すごいな今日あれゲストいい笑顔いい笑顔ドラちゃんだというわけでノリノリ店長いらっしゃいましたね、今日何なんすか今日ゲスト来すぎやろ今日、大丈夫ですか、はい、引き続けろ来たーって言われてますけどね、絶対熱いやつやこれ、あなんか引き続けろ、お疲れ様です、お疲れ様です、今日はちょっとねゲストが、はい、元祖イケメンドラちゃん来たってね、一番のイケメンドラちゃん来たってねコメント来てますけどね、はい、うん、ニキ店長木村が全て悪いんやでって言われてますけどね、はい、
マイマイさん、こんな当てちゃう気もらうどう思いますか。マイマイここにおらんからな、イケメントップ2やと言われますよね。イケメン軍団にどうしてドラ立候補せえへんかったんやろなって言われますけどね。あ、ボーナスで80ゲーム乗りましたね、これね。はい、ドラちゃんこんばんはって、木村ないわって言われてますけどね。あれ、赤ちゃんマンさん抜けちゃった、これ抜けましたね。あら、やって抜けた、抜けちゃんマンですか、はい、抜けちゃんマンではないですか、なんですか、抜けちゃんマンではない、なんで今そのそういうふりをしたの、抜けちゃんマンではない、うん、ということなんで、抜けちゃんマンではないそうです。あ、ないそうです、はい、大丈夫です、はい、はいね、それちょっと詳しく説明してくれおーっと、新しい、おっ と来たぞ、来たぞ、あの、我、私、あの、基本的にあの2人対1人には対応してないので今日取りますね、今日取りますね、急にこう来られるとだいぶ今日取るんですかね。わかりました、うん、今後はこういうスタイルで行くということですね。いいでしょういいでしょう、じゃあやりましょうやりましょうね。ねえ、木村ネタが寒かったから罰ゲームしておこうかってね。赤ちゃんは AT 入ってないね、木村さん、別にさ、木村が罰ゲームでいいんじゃねえか、これね、これはケツバットですわとか言われてますけど、ね、いや、まあ、ちょっと引き強すぎてやって、これもうストックしちゃってますから。ああ、そうなんですか、はい、でもこれ、ね、罰あれなんですよね。はい、え、っていうことは僕これ今黄金ゴールドセイントバトル ×2 ストックしてるんですけど、はいはいはい、これを消化戦と、はい、罰ゲームってことですか。 なりますよね。残り3分50秒ですけど ね、 そうですね、はい、罰2って書いてますよ。これ終わらせなかった、はい、なるほど、 罰、 あ、罰が2、あ、なるほどなるほど、はい、自分もっとひどい早くしてよ罰が2が理解とか言われてますけどね、あのやつ、はい、ヤジ飛んできましたけどヤジ飛んできましたけど、セイントセイヤ3台用意してるのに打ちませんからね。そう、一切打つ気はないですからね、これね、ヤジだけ入れてきますから、うん、ねえ、バツ2っていうことでね、やっとこうって、ね、木村のマイク切ってとか言われてますけどね、バツ2か2枚引こうって言われてね、はい、つべこ言わずカード引かせよ、キムキム、ね、終わらん終わらん、これまずいまずい、終わらんぞ、あと2分了解。え、二木店長、こまこまと木村を比べてどうですかってコメントしますね。いや、どうすかね、なんか遠目から見たら一緒ですけど、遠目から見たら一緒最悪や最悪です。いやいやいや、今回のね、今回のイケメンのね投票ではなんか買収行為に走ったというコマコマさんでございましたけどもね。いや、はい、コマコマ買収はお金ないんでできない。ああ、そうかそうか、買収じゃなかったのか脅迫しただけ。脅迫ですね、脅しの方ですね、はい、これはね、はい、うん、ドラちゃんと日記日記が引いたやつを木村がやるんでしょうね。ドラちゃんどこ行ったのって、今どっか行きましたね、顔だけ見せて今どっか行ってはります、はい、多分上行ってはるんじゃないですかね、はい、うん、店長は打たなくて OK やからブースでやじりましょうって言われてますね、はい、なんかやじっていうポジション何かそのポジション、はい、ちょっとあのところどころダジャレとか言ってくれたりです。おお、来た、赤ちゃんマンさん、これは当たりましたね。でかいでかい、はい、というわけでウィンという形で、はい、青七つドーン、おめでとうございます。あらっ、はい、ね、ニキさんさすがです。キムキムとコマコマ同レベルですね。ニキ店長、鶴見のバクツゲーム面白いよ、特にキムラって言われてますけど、ね、ちょっと僕見たことないんで早く見せてほしいんですあ、なるほど、あ、木村翔に見せてほしいと、はい、見たところでございますかね。罰、はい、なんて誰がやっても一緒でしょ罰ゲーム執行人ですって言いますけどね、はい、執行人って違うでしょ、執行される側でしょされる側ですからね、これね、はい、日記日記今週のコマコマネタはってことで、このね罰ゲームボックスってあるんですけどね、はい、またこれ木村主任に引いていただいて何しかやっていただくという形になりますんで、日記店長引いてみます、これもういいですか、はい、引いて、あ、これを引いたやつを、キムさんにやって、いやいやいや、え、このスペシャルっていうのを引いていいですか。いや、選んで、違います、違います、選んじゃダメですよ、選んじゃダメですよ、選んじゃダメですよ、やばい、あの人あかんこれは普通に暴走しそうな、取り上げながら JP さんの説明が下手くそなんですよ。あ、そうなんですか、早く取り上げて、はい、ペロッとめくって何か出ましたか、はい、はい、これちょっと面白くないね選んでる選んでる選んでる、暴走わらわら、スペシャル選んでいい、あかんあかん、木村がやる罰ゲームにこそ意味が、ね、あ、じゃあちょっと軽めのいきますか、はい、なんか、あ、なるほどなるほど、はい、といった形でございます。じゃあこれ来たら残り30秒まで今カウントしてますんで、あのそこまでにあの木村氏に引けなかったらその時点であの、はい、それをお渡ししていただいて実行していただくと、そうですね、はい、行きましょうか、はい、
もう30秒経ったんじゃないですか。残り15秒ですね。はい、ね、イケメンやから選んでいいよ。見えないですね。選んでいいっすよって言われてますけどね。二期店長、精神って書かれたカードがいいよって言われてますけどね。これ一応精神ですよ、精神。さあ、何が出てくるか。精神選ばれてるやん、もう。店長命令だよとか言われてね。あ、投票1位の人に口答えできるんですかっていうコメント来てますけど。いや関係ないはず。イケメンはその平等なはずや。タイムアップ終了。お疲れでした。お疲れ様でした。あのでもすいません、ちょっと取引しましょう。はいはいはい、あのこれ、僕 ART 入れてるのにもかかわらず罰をするわけじゃないですか。はい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 、はい、ね、はい、赤ちゃんマンもやるんやったらいいですよ。赤ちゃんもあれでも大当たり見せたのは赤ちゃんマンさん3回とも見せましたよ ね、 これね。どうなんですかね、その仲間を売るっていう、はい、イケメンの精神に反しますよ。そうそう、イケメン精神にはちょっとなんか反するところあるんじゃないですか。いや言うてますけど、はい、あのさっきこの男僕を売ろうとしました、ね、覚えてますか。覚えてますか。本当に今人のことお前が言うなコメントきますけどね、これね。はい、ね、赤ちゃんマンボーナスいいとか、木村がイケメンってけとか言われてますけどね。はい、じゃあじゃあじゃあ、せっかくですんでね、はい、じゃあこちらの方来ていただきましてよろしくお願いいたします。誰がやっ、よし、とりあえずやろう。もう一回見せておきます。わわわわわわ、あかんあかん。はい、じゃあじゃあじゃあ、キムさん、渡されたものを忠実にいきましょう。はい、これあの 100% でやってほしいんですよね。あ、全力、全力で。あ、全力、これ事故のやつやっていうコメントたくさん来てますけどね。はい、ガキツカで、あのココリコ遠藤がやっとったぐらい 100% でやってほしい。いや、どんどん舞台整ってる。あ、舞台がね、だいぶと整ってきつつあるかと思います。これきついなっていうコメント起きてますけどね。じゃあ、いきますか。やりましょうか、はい、え、やりましょうか。え、やめる。あ、まあ、とりあえず、じゃあ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 、赤ちゃんマンさんもこっち来ていただいて。あ、いいですか。はい、どうぞどうぞどうぞ。すみません、はい、もう皆さん内容を見てるんですね。あ、はいはいはい、まあ、内容は皆さん見てますんでね。はい、ね、千本ノック期待ってシンプルなやつほど事故を起こすとか言われてますけどね。さあ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 、まあ、これあ、はい、じゃあ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 赤ちゃんマンどうぞ。はい。え、僕も引くってことですか。はい、いや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 、そんなのないでしょ、それはさすがに。さすがに今日はちょっとあと指名そこだ。はい、バロン木村指名そこだぞ。萌えちゃんに発情する犬のものとか言う、なんかごめん、なんか追加されてますけど大丈夫ですか。これはやばい、涙腺緩んできた。こういうとこだけ真面目ですね。いや、いいでしょ、やりましょう。やりましょう。お、行きますか。はい、行きますか。はい、クロックって言われてますけどね。じゃあ、はい、あのちょっとカメラ、あのちなみに何県で行くんですか。ね、あれです。四面楚歌もいい、地獄か。あれですね、まあ、柴犬ですよね、やっぱ日本なんで。はい、はいはいはい、忠実な感じで。じゃあちょっとカメラ避けてもらって。はい、避けてもらって、はい、あのカウントダウンして、あのこっちにね、避けていただいたらいいかなと思いますね。はい、お願いします。いきましょう。じゃあ3、2、1、スタート。わっわっ、お疲れでした。心がこれやばいな、ほんま。心が病気なる、病気なる、病気なる、病気なる。お疲れでした。完全な事故、やり直そうか。下がってる芝居の出て、ね、芝居でそんな悲しい泣き方せんやろって言われてますけどね。これはやばい。今日はやばいぞ。今日はやばい、このまま行くと。じゃあすいません、じゃあこの犬のモノマネっていうのボックスにまた入れていただいて。これはやばい、これはやばい。二期店長、感想どうぞ。いや、よかったんじゃないですか。超投げやり。バクバク言って、バクバク言って。ほんまに元芸人か。朗報まだ1時間ありますよって。じゃあ7分設定いこう。アンコール、アンコールというね、アンコールを求めるコメントも来てますけれどもね。はい、これもう次弾きたくないやつ決まったもん。これやばい、もうやって。芸人やめてよかったね。次自分で弾こうかって言われてますけどね。はい、じゃあ席戻ってもらいますよ、これね。はい、これでもこれを、今残ってる ART を消化するか、はい、新しい台で新しく、
大当たり引くかどっちの方が、どちらでも構いませんよこれは。はい、で僕新しい台行っていいですか。あ、いいですよいいですよ。引き強いんで今日。はい、わかりました。このまま行ったら、はい、多分こっち危険やと思う終わらんと思う。ああ終わらない可能性もある、はい、ということですね。はい、あ、ちょっと一個ずつずらしますわ。はい、そのままいい置いていただいて、はい、僕ずらしますんで。はい、すいません、はい、じゃあコメントの方。はい、あかん、もうこれ真剣にやらなあかんくなってきた真剣にやらなあかん、これもう いつも真剣にやってますでしょもう木村さん。いや、あの、その真剣の種類が違う。確かにあの生命の危機を感じる。あ、なるほど、命を脅かされる可能性も出てきてると。いや、命じゃない、ん、心です。心あ、なるほど、精神の方ね。はい、心なくなるかと思った やばいですね、もういや、恐ろしいもんですね、これね。はたから見てて、赤ちゃんまさんどうでしたこれ。いや、絶対やりたくないこれ間違いないよね、はい、間違いないよね、そればっかりはね、はい、これはきつい。いや、どうでしたか、ニキ店長。こういう精神的に来るやつをね、結構己でやりたがる人なんですよ、あの方は。いや、だからあれでしょう、今もなんか散々ごちごち言ってますけど、喜んでるんでしょう、はい、最悪だ最悪じゃないですか、あの人間違いないね。まだですか、帰るのまだですかいやいやいや、いや、まだね、他の方到着されてますんで、ルールはこのまま行きたいと思いますんでね、はい、さあ、ニキ店長、選んでるぞ、選んでるぞ、今。いや、かそういうのじゃないってニキ店長、まだ精神引いてる。でも絶対、はい、絶対当てる、絶対当てる、うん、ニキ店長、ART 楽しみで当たりです、わらわら、ね、そっか、木村リスナー舐めてんのかね、うん、真剣に先これするんじゃないのかとか言われますよね、ニキ店長、いろんな罰ゲーム見て、寝屋川みなみに持ち帰ろうぜって言われてますけどもね。これ面白いですね、はい、なあの罰ゲームボックスは意外と好評いただいてますんで ね、はい、うん、ドラちゃんの感想聞き、今ドラちゃんいないんでね、はい、さすが分かってるな、ニキ店長、ええ仕事しますねって言われてね、不正はないな、よし、不正はないなって言われてね、はい、やばい、うん、さすが店長分かってるって、ニキ店長は、ね、パンダさんはってね、パンダさん、さすがにね、ちょっとこのね、現在、気温見ていただけますでしょうか、これ、順調に上がってきつつありますよ、これ、パンダさんね、多分これ、死んじゃいますよ、はい、見てください、この温度、29.1 度、現在29.1 度でございます。はい、そらもうね、あれですよ、パンダさんも T シャツ1枚でね、赤ちゃんマンさんも腕まくりしますよ、本当にね、真夏やないかって言われてますけどね、暑いあの湿気も来てますからね、これね、はい、今度コマコマ、これをコマコマだけにやらせようぜっていうコメント来てますけどね、はい、爽やか松浦まだですかってことでね、今降っての松浦さんは確か12時半超えて準備してあるっていう話だったんでね、はい、30度手前やないか、はい、でも暑いのは全部木村のせいですよってね、いうふうに言われてますよね。ちょっとその辺木村社員どう考えてるのお、出たぞ詰めてきたぞ削り取るつもりや削り切るつもりやぞ詰めてるぞこの人はちょっとその暑さ対策ね、まあ店長とか他の方来られるという話は多分以前から分かってはったと思うんですけどね。なんでこうなった分かりました、あの裏でまたあの空調屋さんに言うときますので怒られたぞと。でもこれ明日の朝何時でしたっけ。明日の朝8時、8時までかかるという話ですからね、はい、これね、はい、ねえ、どうして東大阪にしなかったの金村って言われたんですかね。それじゃパンダさんは出てこれないですね、間違い、持ってきたはいいですけどもね、なかなかかぶり続けるのは。はい、あ、1時になりました。はい、1時になりましたね、はい、ということで、あの、すいません、はい、あの、他にお仕事あるんでなんですか、え、やめるんですか。いや、当初から1時までって決まってたんだ、はい、あ、僕もですか。いやそのまま。なんですかそれ僕は1時までって決まってたそんな言うてましたっけ、はい、めちゃくちゃです。いや、こればっかりはもうちょっとしょうがない。はい、何考えてるんですかいや、これはしょうがないやつなんで、はいはいはい、いろいろありますね、はい、もしあれやったらもしかしたらあの、じゃあ木村主任、はい、あのカメラ、あのカメラね、今アップしておりますんで、はい、行きましょう、はい、引かしてる、これね、引かしてる、これボックス引かしてる、ボックス引かしてる。店長、これ精神引けたらいいですよ、逆に。ちゃんと見て引いて。最悪やマジか。うわなんでこの角度にしてるか分かってる
ちゃんと自分で選べよということですかね。はいはい、いやいや逃げるとかそういうわけじゃないんですよ。実際に本当にね、お仕事としては1時までという話でね、はい、らしいんで。ちょっ と,、ま、ちょっとあれでしょ、行政1枚しか引けないんでしょさっきまでは精神か肉体の2択やったけど、めっちゃぼやいてるぼやいてるぼやいてる、今これやって2択なんでしょ。だ毎毎おらへん言ってんのに、にっきりき鬼になったってね、はい、あちょっとナイスもちょっと適当にこれでいいですかちょっと適当にこれ引きましたね、はい、じゃあ精神はい、これやって僕上がります。これやったら上がりますからね僕、はいはい、終わりますからね、はいはい、どうぞ。一人停止はあ、一人低周波、そうですか。あ、まあね、低周波ね、準備できたらよかったんですけどね。あ、内径ですか。うん、準備できたらよかったんですけどね。引き直しは引き直しできついぞ。ちょっと待ってくださいね。あ、準備がね、できたらよかったんですけどね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。お前、持ってきてるな。あれ、え、ちょっと待って、もう一枚つく探してきたてってれー、あーっていうか後ろあれ後ろ完璧なタイミングですね。いやナイスなタイミングで来られましたね。どっちします、ハンディマイクか。あ、どうですか。はい、じゃあこちら、はい、お願いします。というわけで監督の方が来られましたね、はい、次々とイケメン軍団集まってきましたね。集まってまいりましたね、これはね、はい、はい、ね、でかい影を見る池田さんヤッホーって言われてますけどね。赤玉も引っ、はい、といた方がいいんじゃないですか。いや僕多分引けると思うんです。あ、お疲れ様ですええとこに来ました次々と、ね、ええとこ来ました、ええとこに、はい、遅れてきましたからね、はい、大丈夫ですか、声は入ってます。ああ大丈夫ですかね、はい、入ってます、はい、はい、お疲れ様でございます。というわけ で, そうです、今回の企画の総監督という形でお聞きしております。はい、今回池田店長でーす。どうもお疲れ様でございます。秋川康こと池田祐希と申しますはい、はい、どういった方かいや、まあ、プロジェクトリーダーということでね。そうなんですよ、はい、プロジェクトリーダーということでございまして、はい、お聞きしておりますけれども、はい、はい、うん、といった形でございまして、今画像の方出させていただいてます。てか、なんか一人停止はいいところ持って行ってしまったんですよ。いや、もう完全に、いや、もう後でね、この後で、やっぱり告知はやっぱり早くしとかないと、まあね、皆さん起きてる時間帯ございますから、はい、てか、JP さん久しぶりですね。本当に久しぶりですね。いや、まあ、どっちでもいいんで、早く進めてもらっていいですか。そういうこと言うか。あ、すみません、まあ、いい、はい、そっさきましょう。が早いはい、といった形でございまして、はい、シルバーウィークも気候内ということで、大阪東部エリア、イケメングループ結成という形でお聞きしておりまして、ね、今ちょうどね、画像の方が映っておりますけれども、はい、はい、まずこのイケメングループを作ったきっかけというのは何かあるんですか、プロジェクトリーダー。いやー、やっぱりね、こうアンダーツリー気候内グループの中で、はい、こうやっぱりどうしてもこう他の法人とは違 う, こう女性をどんどんこう遊びやすい環境を作っていこうと。なるほど。女性を獲得していこうと、さらにこう、はい、お客様満足度をどんどん高めたいというところで、はい、はい、まあ少し面白みも含めて、はい、うん、またとこうね、こう一味違ったこう品質の高いチームとして、うん、ちょっとや取り組みを行っていきたいなというところから発信しました。はい、なるほど、はい、ちょっと真面目なんで、はい、ちょっと気持ち悪いんでやめておきましょう、はい、なんで途中からつまりつまりになって最後やめるんですか。なんかこの真面目なこと言ったらあかんみたいな、そういうなんか空気感がね邪魔してますよ真面目かとか言われてますけど、はい、あ、下手れ黙れよ、ね、下手れのサソリ店長とか言われてますけどもね黙れよ、はい、いや切れることもないんですよ穏やかにやりましょう、はい、でもね、はい、いつもねバーサスリスナーっていう形で放送ではね、リスナーと構想をいつも繰り広げてますからね。みんなで裏で裏であかん、取れどうぞこれあかんかあかん取れよお前あかん取り上げろ裏でなんで裏でじゃあ裏で上がりましょうか。あ、じゃあ大丈夫ですかこれね終わりあもうそのもうマイクとか全部外した後にやるから、そうですね、はい、はい、外してからね
プライベートじゃないですか。完全なプライベートでね、はい、木村何叫んでるねんって、いきなりの低周波ってね、キムキムうるさいよ、早く一人でやっとけとか言われてますけどもね。すいません、ちょっといきますね。ありがとうございました。お疲れ様でございました。素早いな、はい、まさかこういう形で、ね、赤ちゃんマンさん、はい、我々全然聞いてなかったのでもあるんですけどもね、完全にポカーンとしておりますけど、はい、池田店長、これちょっとあの暑いと思いません？暑いですね、はい、今実はあの上空調見ていただければ分かりますけど、今ちょっとその辺の調整中という形で、こう脇汗がバレやすいシャツを着てしまうっていう、ね、また脇汗出てきますからね。そうですね、はい、茶色い脇汗が、木村さんは上がりですかとかでね、今の時点で上がりという形になりますんで、はい、はい、といった形でございまして、まずシルバーウィークという形で出ておりますんでね、はい、この辺りからの活動がスタートという形になるんでしょうか？そうですね、まあ当初とりあえずあの20日の寝屋川南店で、はい、こうね、盛大に盛り上げていきたいなという、あ、寝屋川南店からといった形、まあ、ただね、はい、あの自分たちのグループをアピールし下押すという、はい、今回会になっておりますので、はい、まあ、まずはお客様にこういうグループの結成をしていただきたいなというところで、まずね、はい、まず認知度を高めると、そうですね、はい、いう形になるかと思います。でそこからこう様々な、はい、ね、うん、別に特になんか形を決めてるわけじゃまだないです。はい、まあいろんな活動をちょっと楽しい活動であったりとか、うん、ちょっと真面目な活動であったりとか、うん、さまざまなことにちょっと手をつけていきたいなというところではありますので。なるほどなるほど、はい、じゃあそのプロジェクトの中心になるのが池田店長であると。まあ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 、僕だけじゃなくてこうみんなで考案していきながらやりたいなと後ろで思いっきり店長が自由に動いてますけれども、はい、じゃあね、現在、他にもね来ていただいておりますんで、じゃあお一人ずつ紹介していただいてよろしいですか？はい、はい、改めてですけども、ね、改めて、はい、じゃあまず唯一、はい、男前を拒否せず、はい、店長として参加いただく、はい、日記日記店長です。はい、おめでとうございます、ね、なんとなんと、投票の方ではなんと1位だったという話もお聞きしておりますけれども、ずうずうしく辞退もせず出てきましたいやでもそれほど男前ですからね、本当に。いやすごい、いやね、はい、あのね、ブレない男前っていう。今日もね、はい、話題出るじゃないですか、日記店長の話題が出るたびにみんな嫉妬するんですよ。ああ、なるほどね、はいはいはい、純平あの野郎と。なんやったらね、僕もちょっと嫉妬してますからね、はい、いやなんかええな男前って言われてみたいな俺ちょっと今回そのイケメン連中を滑る側に回ったわけじゃないですか。そうですね、ですよ、はいはい、ですね、ですよちょっと笑顔になったね。どうでもいいかなっていう、はい、どうでもええんかい、はいはい、ババコンガの顔がすっきりしてるとか言われてますけど、ね、あ、はい、ありがとうございます。そう、鶴見スタッフなしで現在鶴見店から放送しておりますけれどもね。そうですね。じゃあ次の方、画面の中入っていただいてよろしいですか？どちらにしますか？じゃあ、はい、東大阪店より、はい、赤ちゃんマン、はい、こと、はい、赤ちゃんでございます。どうぞどうぞ、はい、はい、入っていただいて、はい、お疲れ様でございます。改めましてですけれども、はい、はい、今回はね、東大阪店の中から数名出られた中でなおかつ選ばれたという形でお聞きしておりますけれども、はい、はい、イケメン軍団どういう立ち位置ですか？どういう立ち位置になるかなと思ってます？僕ですか？この、はい、7人の中では。いやー、でももう探り探りですね、まだリアルな部分やな、はい、まだ喋ってもない人もいるんで。まあそうですよね、はい、多店舗と絡みがあるってことはなかなかないでしょうからね。実はね、はい、このプロジェクト発足にあたって、はい、背景としてね、はい、こうやっぱり役職の方に活躍していただきたいなというところで。ああ、なるほどなるほど、はい、こう今までやっぱ時点だけのこの業務を行っている中で、うん、こう外向きに出て自分たちがこうだぞっていう、うん、こうね、グループとしての動きをすることがなかったので今まで、はい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 、でこういう熱意をこう各店に持ち帰っていただいて、はい、なんか今妨害入りましたね。今妨害入りましたね。今何かが入りましたね。今ね、今多分イケメンだとは思うんですけど、今思いっきり足滑らしてませんですか？大丈夫ですか？今思いっきりこけた気がするんですけど。あれ、さっきの柴犬じゃないですか？柴犬じゃない。柴犬ドラミちゃん久々。なんか久々になんかドラミちゃん見ましたね、これね。ドラミちゃんがって言われてますけど、はい、なんか変なもの打つかと打つったけど何やろって言われてますよ。いやもう普通に打ってるけど
どうなってんのあれ。普通のユーザーになりましたね。もう一般のお客さんに混じったような話になりましたね。今ね、背筋がもうピンってなりすぎてるよ。しかもマイクついてるのに永遠にあの姿勢をこう保ち続けるっていうね。ああちょうど今めっちゃ押してる。ART、めっちゃボタン押してる。めっちゃボタン押してる。めっちゃボタン押してますね。押してるね。未確認生物がいたとか言われてますけどもね。はい。めっちゃ普通に売ってますけどね。じゃ あのドラミちゃん観察もせなあかんとこでございますんで ね、 そうですね。じゃあ自由にやっていただきましょうか、これはね。はい、はい、じゃあ続きいきましょうか、まあ、はい、そうですね、こちらこちらでね、ドラミちゃんを映しながらちょっと続きを、はい、よいしょ、はい、いいですか、はい、どうぞどうぞ、はい、続きまして、はい、今福店より、はい、マッツンこと、はい、松浦主任、はい、はい、いらっしゃいました、お疲れ様です、お疲れ様です、どうもどうも、キコーナチャンネルに出られるのはこれで、2回目ですかね、あ、はい、2回目、はい、以前は、面白会社説明会の方で、はい、出られたということでお聞きしておりますけれどもね、はい、お疲れ様でございます、お疲れ様です、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、という形で今回イケメン、グループという形で選ばれたということに関してはどうお考えでしょう。いやでも今福店から調子乗っとんやろ。いや先輩からのプレッシャーっていうね。あ、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、なんかあの画面持っていこうとしてる人がやってる、ね、いや、ほんでね、はい、あのマイクつけてなくて、あのイヤホンもつけてないからこう、はい、タイミングが全く分からない状態で放浪してるっていう。そうですね、はい、あのどう出てきたらいいか分からない状況になっているという形でございますけども、ね、つけていただきましょうか、はい、つけてもらった方がいいんですかね、これね、はい、はい、ちゃんとつけて喋っていただいた方がいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、これね、お、今日ボクサーパンツつけてますけどね。これ映していいのか分からないですけどね。なんでプルプルしてる。めっちゃプルプルしてるもん。わかりますか、もう完全にこうイケメングループのお株を奪おうとするこの姿勢ね、はい、ね、ドラミちゃんにマイクを渡そうぜ、あ、だ、はい、はい、映ってます、映ってます、映ってます、はい、声が聞こえないんで、あ、声、声、声、はい、大丈夫ですね、はい、これ、はい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 、ね、プリケツ、ね、うるさいよって言われてますけどね、はい、ね、松浦氏にとりあえずボックスから1枚引きませんかって言われてますけど、先ほどのねこの罰ゲームどれだけあの方がひどい目にあったかということはね、存じ上げてるかと思いますけどもね、はい、もうほんま全部持っていきたいのかこの人はもう自由ですね、だいぶ、あ、だいぶ自由になった、いつも通りの自由すぎる配信になってますけどもね、はい、はい、といった形でね、もうそれあれですか、松浦さんに関してはこうその一報を聞いたのはどなたから聞いたんですか、そのあのイケメングループの中に入りましたという、あ、自分でももうね、ご前提で飛ばす、はい、こ情報共有するところがあるんですけど、はい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 、そこで私の方から前提にパッと、ね、そちらで全然入ってるもんと思わなかった。いや、あの、ね、名前がいざ出てくるとびっくりみたいな感じなんですか。いや、どこでイケメンかって判断していただいて分かると思うんですけど、はい、僕と比較してくださいね、もう明らかに3人とも顔のデカさちゃうんですよね。はい、まあ確かにこの画像を見てもだいぶと顔のあれはみんなより多分3倍ぐらいはでかいんで、大体多分あの顔の重さで、重さと書いて眼獣と言いますけど、眼獣で言うと初めて聞いた眼獣、僕みんなより多分5倍ぐらい重いですからね、多分。はい、そりゃそうやってね、遠近法かなとか言われて、だからプロデューサー側にもあったというね、あ、なるほど、はい、今回に関しては眼獣の絡みがあったので、ね、眼獣の絡みね、はい、はい、といった形で、ね、ドラミにモザイクかけない、はい、僕は何しましょう、いや、マスコットキャラクターとして全くのノープランで来はった。間違いないですね。僕びっくりしましたからね。来るって言うから。イケメンが多いって聞いたから。ちょっと待ってください。僕ね、はいはい、放送でこういうキャラクター初めて見たんですけど、結構ガチガチ普通に喋るんですね。もうあのドラミちゃんの場合は大丈夫なんですよ。喋れるんですよ、はいはい、あの。ドラえもん店長になった場合は、はい、あの。ね、筆談という形で、あ、なるほど、はい、書いていただくと、ね、どれぐらいね、これ急遽やったかっていうとね、はい、鈴忘れてるんでね。ほんまや、ほんまや、ドラちゃん鈴あらへんか、これ鈴忘れるぐらい急遽やった。いつもね、この、あのドラちゃんの格好についてはね、いつもあの机の引き出しの中でしまってると、ね、ドラミちゃん乙女って言われてますけどね、はい、たこ焼きね、あれですね、
ババコンガ店長が前にいるから余計顔でかく感じる。そうですね、立ち位置おかしいですよね。はい、じゃあ横に並んでいただいたらこの辺りで、はい、なんでそれ隠れるんですか。いやいや、なんで隠れるんですか。ちょっとでもスマートに見える位置を探してるわけですよ。やっぱこうね、こう影から見てスマートに見えます、皆さん。なんかこうプリクラとかあるじゃないですか、こう斜めっぽい、こう、あ、斜めっぽいやつ。あ、今この角度、この角度、あ、これ、はい、これ、うん、これ、これイケメンの覚悟。うん、はい、うん、うん。いや、まあこれ以上喋るとね、ちょっと、はい、顔を膨張し始めたらまずいんで膨らむんかい。はい、はい、それ以上いく。そうです、そうです、まだ膨らむんでね。ちなみに今回写真なんですけど、はい、どういう風な形で撮られたんですか、これ。ちなみにあのさっきね、ニキニキ店長で質問来てましたけど、なんか寝起きでえらく目が充血してたっていう話を聞いたんですけど。いや、そうなんですよ、まだあのコマコマがタイミング悪く、あの寝起きの僕を撮りやがってで、それをそのまま送ったんでそれコマコマさんの責任なんですね、これね。はい、ね、無理だな、はい、それはもうやっぱりね、あの画像で見たよりも実物の方がいいという、はい、ところでそのまま送りました。ああ、なるほどなるほど、はい、またこまこまか、実際来ていただいて楽しんでいただく方がいいのかなという、ね、ああ、なるほど、実際に見ていただいてね、はい、このイケメンプレー楽しんでいただければと、はい、やっぱ写真写りってね、そんな別にみんながいい、みんなやっぱよく写るわけじゃないんで、まあまあまあ、そりゃそうですね、まあ、結局ね、男前なんで、うん、男前に写ってますけど、みんな、まあ、そうですね、はい、はい、という方でございまして、お二方、お二方というか、はい、じゃあ赤ちゃんマンさん、はい、あれですか、この、写真については赤ちゃんマンさんはこれで提出されたんですか。これで提出、いや、まあまあ、あのなんかね、あの木村主任にいただいた、はい、あの素材だけなぜかあのほっぺんのところに全員赤が塗られてるんですけど、これ大丈夫なんですか。これ木村主任にいただいてるんですけど、ちょっと赤、あ、これなんか操作してますね。なんかその操作が見えますね、これ。そうですね、これなんかね、はい、あの以前ニキ店長から送られてきたやつとは全然なんか違う感じがしたんですよ。多分ね、あの可愛らしさをちょっと付け加えたかったというか爽やかさをちょっと付け加えたかったんでしょうね。あ、そこですか、はいはい、フォトショー、フォトショーですね、フォトショー、あ、フォトショーでいろいろ変えたといった形でございましょうかね、はい、じゃあこれとはまた違ったイケメンのね、あの形がまたポスターとして出てくるという形になるかと思いますんで、はい、ね、その黒いリセットボタン、ドラミちゃん押したってって言われてますけどね、はい、どのリセットボタンかな、はい、僕のほくろのことですか。そこかいですかね。ああ、ここか、あ、リセットボタン、まあ、前に押されたことあってそのまま失神したことがあったんで、はい、それのことかなと思ってやられすぎやろ、はい、どこのリセットボタン。いやいや、自転の副主任のやつにちょっと押された瞬間、ね、電源切れてしまったんで、ね、早速あの今から何するんですかというコメント来てますんで、いや、もうそれはそろそろ解散でしょ。だってね、はっきり言わせてもらおうか、僕、木村主任がこの1時間で終わるって聞いたのは放送配信の5分前ですからね、これね。まあ、鶴見店からね、多くしてますが、鶴見店の人間は誰もいないという状況で、なかなかいいアングルで断蜜がいるねって言って、後ろね、ちょうど今、断蜜さんの立て看板ございますけれども、はい、ね、今から飲み会ってね、ボックス引いてとかね、のっけからいきなりボックス引かすか、これ、罰ゲームボックスね、何の脈絡もないんで。せっかくでしたら、台も用意してございますんで、売っていただきましょう。なんか全員ノープランですって顔してるけど。ガチ？ガチノープラン？ノープランですよ。あ、そう。だって集合時間もバラバラです。とりあえずあのイケメングループできたよというアピリに来るという、そうそうそう、まずアピリに来るということですからね、はい、まあ、ニコ生見られてる方はこれぐらいの雰囲気の方が楽しんでいただけるのかなというふわっとしすぎやって言われてますよね。そう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 、ジャグは打てるんですかって、ね、池田の後ろに女性がとか言われてますけどね、うん、はい、せっかくの罰ゲームボックス使って何かやろうって、木村計画ミスやろって言われてますけどもね。はい、といった形でございますんで、まあ、せっかくですから、そうですね、はい、第ちょっとあのセントセア用意してございますんで、はい、じゃあまあこれだけ人数ございますから、ちょっとロシアン形式にしようかなと思ってます。はい、先ほどの売っていただいてる台で、はい、途中、まあ、どれでも1台選んでいただいて売っていただきます。その台を順番に回していきますが、交代のタイミングはボーナス当たった、もしくは ART 中の上乗せが行われた時にチェンジという形にします、うん、で20分間経ちまして、その時点で席に座っている人が罰ゲームボックスから1つ引いて罰ゲームをしていただくと。だいぶ長いスパンですね、はい、3分ぐらいにしましょう。3分早っ。ほんまにやれますか。ほんまにやれって言ったらやりますよ。ここの水曜日のリスナーさんは。
大丈夫ですか。いやでもね、20分やったら結局だって今から言うても1人か2人でしょ。そうでしょ、1人か2人ですね。そんな思んないでしょ。お間とで3分半でしょ。3分半間取って5分、はい、5分じゃあ5分いきましょうか。はい、はい、5分でいきましょうか。結局じゃあ何もなければ、はい、結局罰ゲームってことですよね。何もなければ、そう座った人が罰ゲーム。さあ順番決めていただきましょうか。はい、じゃあもうそのまませこないそれえじゃあいきますよ。はい、じゃあそれでね、スタートしたいと思いますんで、どの台を打ちますか。それからスタートしてその台をずっと固定しますからね。え、何でしたっけ。ボーナス引くか上乗せ。ボーナスが ART、 まあ ART 突入とか上乗せとかその辺のケーキですね。はい、めっちゃ暑いですねこれホール。そうなんですよ、29度今ありますからね。はい、やばいですね。いやそれ余計暑いでしょじゃあカメラ右後ろから撮ってますので、ちょっとね左の方に寄っていただいて、はい、うるす形で、せっかくやったらやっぱ当たってないやつで当てた方がいいでしょ。きっちり当てた方がいいという形でございますかね。やっぱ映り込みもいいですねやっぱりやっぱこのチームの映り込みは違いますね。さすがね、この辺はね、はい、はい、うん、ね、木村出ろよ普通にってね、はい、はい、コメント参加ってね、アットマーク木村っていうコメント来てますけど、仕事をしてください仕事せい、お仕事っていう話で聞いてますからね私はね、はい、ね、木村が来たとかね、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ早速5分スタートという形で、はい、今からスタートという形させていただきます。そして今からタイマーを移しますんでね。なんかちょっとすいません、はい、あの松浦主任さっきのなんか自己紹介的なところなんか若干、そうですね、途中で終わっちゃいましたので、はい、はい、じゃあこちらのカメラの方で、はい、いただいてよろしいですか。はい、はい、じゃあまず自己紹介の方から。あ、ね、ニコ生あまり馴染みはないとは思いますんで。はい、めっちゃ声ちっちゃいですねだいぶ寄せていただいて、マイク寄せてくださいね。はい、はい、あ、OK です。はい、はい、今ねカメラアップしましたんで、はい、お、なんか改めてこんなんなると緊張しますよねめっちゃ緊張しますよ、ね、そら緊張はしますわ、はいはいはい、僕も初めて出た時やばかったですからね何やドキドキしますよね、はい、何喋ったらええのって感じになりますからね。はい、私はどうぞ。イケメンギャグイケメンギャグ、ギャグ要求しないですよ。キラーがギャグ要求しない。キラーがもう、はいね、はい、ドラミちゃん危ないですよあれ画面の方向いてって言ってますけど、ね、とんでもないキラー、はい、じゃあこちら画面映ってますんで、はい、じゃあ松浦主任どうぞ。はい、所属は、今福店という形ですかね。はい、はい、というわけで映りますかね、画面の方に。はい、映ってます。今ちょうど後ろに池田選手映ってますけどね、はい、入ってたんか。はい、スロットとワイプと入れ替えて、あ、ワイプと入れ替えましょうか、せっかくですからね。はい、よいしょ。じゃあ顔は大きく映しましょう。はい、というわけでイケメンプリン見えますか、大丈夫ですか。はい、じゃあ何かこう自己紹介的な、自己 PR 的なもの何かありますか。自己 PR ですか。はい、まあ二木店長とは前、はい、マークで働かせてもらってたんですよ一緒に。はいはいはい、でよく弟と間違えられてます、はい、それは似てるからっていうことですかね。似てるって、もう後ろ姿が兄弟やと。あ、でもそれは似てるかもしれませんね、背格好がね一緒なんですよね。あ、似てると。はい、マジで間違ってるお客様もいらっしゃいましてそうなんですね、はい、はい、ね、緊張してるなって言われてますけど、やっぱりニコ生出られるのはさすがに緊張されますか。結構あの終わる前ぐらいから、はい、なんかめっちゃ緊張してて、はい、あ、おいくつですかっていうこと。今25、あ、25、お若いですね、これはね。人思いにこのままに、ね、目が男前ですね。じゃあジージのぶっ込みしてっていうコメント来てますけどもね、ジージ店長ね、以前今くておられましたけれども何かぶっ込みネタありますかというコメント来てますね。いや、まあちょっとパッとは思い浮かばないんですけど、はいはい、じいじ転勤になったじゃないですか、はい、なりましたね、はい、転勤してすぐに、はい、あの会社の集まりに行って怒られてましたよどういうことですかどういうことですか、転勤してすぐやのに、はい、そんな余裕はあるんかみたいな感じで怒られてました意外なところからぶっ込みが入りましたけど、それもそれ大丈夫ですか、ぶっ込んじゃって。そこそこガチですねそこそこだいぶとガチなあれが情報入りましたね。はい、
ニコ生がどういう場所か知っていますかってねコメント来ますけどね、はい、ニキニキ店長のゲストさを抜いた感じかなって言われてますけどね。いやもう優しく出迎えてあげてください本当にね、本当にね、はい、はい、ぜひあの今福店にね主任としておられるということですんでね、会いに来ていただければと。でね今後ね、はい、このニコ生イケメングループの中に入って、じゃああれですか、もう中心、もうニキ店長と2人で核を担うような形なんですか。いやもうそれぞれがね多分いろんな役割をこう見つけながらやっていくと思うんで、はい、これやっぱり会話が好きなマダムやったら赤ちゃんマンになるかもしれませんし、ああなるほどなるほど、その辺はね、そういうねこう多分それぞれの特徴がいろいろあるはずなんで、あその特徴を生かしてそういうガムを噛んでいただければお客様が、なるほどなるほど、こういう感じね、なるほど、そのあの好みの味を噛んでいただければと、うまくいったと思ってそこ突っ込んだらややこしなるじゃないですかそこ突っ込んだらややこしなるじゃないですか手のバクバクいりませんよそこ突っ込んだらややこしなるじゃないですか。いやー嬉しそうな嬉しそうな突っ込みを入れてますねこの方がね、本当にね、うまくいったかもしれない今悪いわあの人本当に悪い顔してますから ね, うね、これね、うん、恥ずかしいやつやとか言われてますけどね、はい、キコーナー本当幹部の年齢若いなというコメント来てますけどね、うん、はい、うん、マダムが対象ですかって、マダムだけではございませんからね、いやいや本当にね、はい、はい、まあ、別に女性だけに限らずね、はい、はい、本当にうんいろんな方がこう関わっていていただければなと、お、まあ、ちょっと今後はLINE アカウントをイケメングループとして作ろうと思ってますんで、なるほどなるほど、それもまたこのニコ生でご案内させていただく日が来ると思いますんで、はい、皆さん、フレンド登録というか、うん、お友達としてご登録いただければなと思いますので、ね、ぜひぜひ皆さん、はい、この辺の、ね、展開の方も期待していただければ、ね、と思いますんでね、うん、はい、残り1秒ゼロ終了、5分早いね、何も引かない、5分は早かった、いい時間やね、やっぱ5分は早かったよ、うん、次3分やね、そうですね今の感じでいくとね、そういうことですね、なるほどなるほど、はい、といった形でございますね、せっかくですから、はい、罰ゲーム引いていただきましょう、はい、じゃあ効果でね、やっぱり罰を受けるときもイケメンなんですかね、そうです ね、はい、はい、どうぞ精神を引いてしまいました精神を引いてしまった精神を引いてしまった、さあ見せてみよう、ニキ店長、せーのドン、カメラにキス出たこれいいの引いたな、またわー、またこれイケメンならではやね、これね、かっこええの引いたな、かっこええ、これはかっこええ、ふぅーとか言われてますけどね、罰じゃないね、もはやね、いやー、ほんまにね自己 PR ですね、これイケメンの日常やあ、ごめんなさい、今ちょうどなぜか知らないけども、電源が落ちましたちょっと持ってきますね、はい、少々お待ちください、不吉な予感、あー怖いね怖いね怖いね、これね、これまたファン増えますね、ファンまた増えますよこれねはい、少々お待ちくださいね、せっかくのね、ニキ店長のこのキス顔を見れるなんて、皆さんこれ幸せかもしれませんよ、そうですよ、本舗、まあ以前はね、初登場の時になんと、いやそうですよ、そうですよね、僕何回かそういうことしてますからね、このままで、いや、ほんでね、多分もうプロになり始めてるんですかね、プロ、ちゃんと、はい、口を潤してから、今見せたかったなこれはやっぱりなやっぱ違うなっていう、やっぱイケメンのこの辺の扱いの仕方違うんでしょうね、これね、僕だったらもう自分の唾液でベロベロやってから修正しますけど、はい、やっぱその辺のエチケットとか、はい、エチケットは、ね、うん、そうですね、壁ドンもね、壁ドンね別で入ってたりするんですよね、これね、今ちょっとカメラをセッティングしてますんで、はい、セッティングをしておりますんでね、少々お待ちいただければ、パンツを履いてもらってお待ちください、ええ、はい、はい、今何でした、なんて言ってました、深夜だから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 、ドラミちゃんやから許される的なところありますよね、深夜やからはい、あ、大丈夫です、映りました、はい、復帰しました、あっちのポジションちょっと捨てこないですか、そうですね、はい、結構投げやり打てる側のなんか立場みたいな、ね、今のこと言っとったら唇乾くで今ね、外からヤジを飛ばしてるのはドラミちゃんの方ですから ね、 そうですね、はい、ね、壁ドンもね、壁ドン中って言われてますけどね、口を潤してからわらわら、寝屋川南の鉄板ネタ来たって言われてますんでね、じゃあカメラこちら、はい、向かって、じゃあ近づいてきていただいてよろしいですか、キス顔ちょ、僕も見たいですねちょ、ほんま、おかしいほんま、いや、カメラ準備してますから、カメラ準備してますからこれ、いやいやいや、うん、ね、はい、今スクリーンショットの準備中ですねって言われますけどね、はい、いや、ボーイズラブに目覚めてしまう可能性ありますからね、なんでわざわざ、でもね、ボーイだけじゃないかもしれないです、そうです ね、女性の方を見ている可能性もたくさん、ね、たくさんいらっしゃいますから、これ我慢できるかどうかっていうところですね、はい
いやちょっと結構ねあのドキドキしてますね。はい、行きましょう。はい、じゃあカメラね、このカメラあのカメラ全体映っておりますんで行きましょうね。5秒前4321。明日のことなんて考えんなよ。かっこえ。うわー、また出たイケメン。 これ罰ゲームキス顔でした。いやそうですね、あんな一言だ。いやそう求められてなかったのに全然アドリブでアドリブでもうシチュエーションまで考えましたねこれね。いや、やばいな。ちょっと後ないですか。いやそれさっきからですね。あ、現在ね、気温の方がね、こちらの方になっております。ずずん、29.9 度と、いう形になっておりますんでね、皆さんご了承いただければ。いいですね、この暑さ。はい、次行きましょうか。5分で当ててちょうだいよといった形でございますね。はい、じゃあ赤ちゃんマンに次行っていただきましょうか。はい、はい、今ね、3分ですか。マジで嫌な顔してたけど。嫌ですよ。はいはいはい、マジな顔してたけど、ね、じゃあ、はい、打ってあのカメラの方の向いてる台でよろしくお願いしますね。はい、はい、これかな。はい、よろしく。はい、大丈夫です。それ打っていただいて、はい、はい、ね、3分なんです。5分でいきましょうか。はい、はい、5分でいきますね。5分、ありがとうございます。はい、はい、スタートね。これ衣装録画で残るんでしょうってね、以前の方ね、寝川みなみの放送からずっと残ってますからねこれね。はい、いやー、明日のさっきのかっこよかったですね。いやー、さすがでございますねこれね。はい、うん、失敗したら2枚でいこうと言われてますけどね、明日のことなんて考えんなよってコメントがいっぱい言ってますけどね。はい、いやこれもうイヤホン多分外しますよそろそろ。日記日記店長、ああもうやっぱりイケメンは今日を生きてますね。そうですね、もうさすがにね、はい、今を生きる感じになってます ね、はい、今ね、はい、過去も振り返らない、未来も考えないってね。はい、男前すぎる。ますけど、ね、男前すぎる、はい、前が見えない。もうね、涙で、ね、前が見えない感じになってますけどもね。はい、いや僕放送中やから調子乗ってますけど、はい、あの先輩店長なんで後で終わってから土下座しますから。はい、先輩店長にやらしたということでね。はい、ね、はい、ね、まあ放送上ですからね、はい、この辺についてはね、1週間も飯が食えますね。悪すぎますね。ドラミちゃんが嬉しそうな顔してますねこれね、本当にね。はい、今福と寝屋川みなみは他にイケメンいてますかというコメント来てますが、松浦さんこの辺はどうですか。あ、今福にもいてます。あ、他にイケメンいてると、はい、というか多いですよね、はい、コーナーグループイケメンが。そうなんですよね、今福いてへんやん。お、ツッコミ入ったよ。お、いない、いや、いてますよ、いてますよ。うん、なんかもう体のバランス悪い腹だぐらい。体のバランスが悪い。どういう意味で。いや、もうあの、もともとドラメちゃんの部下でもありますよね。はい、なんかめっちゃ声ちっちゃいですね。なんかドラミちゃんも声ちっちゃくなりましたね、これね。大丈夫ですよ、なんか。彼はね、私が、主任をやっていた当時のお店で、はい、アルバイトとして、はい、この会社に入社されて、はい、気づいたらなんかちょっと偉くなってるんですよね。知らん間に。知らん間に。はい、でも体のバランスはあのままでしたね。いや、バランスは。なるほど。はい、あ、え、ちょっと待ってください、ボーナー来た、すいません、あ、はい、ボーナー来た。はい、じゃあ次の方を打っていただいて。まだ次僕行きますわ。はい、あ、お、行く行く行く、行きましたね。はい、はい、あと残りね、2分30秒の間に。あ、そういうこと。そうですよ、はい、早くしないと、いな、早くしないと。え、どれ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 、こっち。めっちゃ引き強ないかって言われてますけどね。はい、というわけでボーナス当たりました、おめでとうございます。ありがとうございます。赤ちゃんマン回避といった形でございますね。いや、ほんまに嬉しい。早回れこれ。早回れって。めっちゃ吠えてますけどね、さっきから、ね、この間にどうやって上乗せするんですかこんなん。いや、ちょっと途中でね、上乗せピンってきたら OK ですよ。はい、いやはい、音鳴ってますんでね、はい、頑張っていただきましょうね。早回れ、わらわらってね。はい、次言わなすことダメやろってね。3分で十分やったなと。赤ちゃんマンずっと当ててるねってことで、なかなかさすがの引き強ですございますね、赤ちゃんマンさん ね、 そうですね、お見事でございます。本日罰ゲームなしという形になってます。一回痛い思いしてるんでね、この回で。そうなんですよね、鶴見店に来られて、まあケツバットはされるわ、クローズは飲むわ、はい、勝手に解明になるわという、はい、えらい目やってましたからね。はい、はい、ね、次は2枚目ですね、ドラミちゃんから2期店長でしょうかなって言われてますけどね。さあ、これが終わり次第あれですかね。池田店長大丈夫かな。ダブルになって、ダブルダブルになる可能性あるのかなこれ。さあ、池田店長残り1分20秒ですよ。
頑張ってくださいよ、これ。これダブルになるわけですね。ダブルになる可能性が高いですね、これはね。はい、コメントの中で言うと。ドロツー方式ですね、ドロツー。ドロツー、はいはい、あの、ウノね、はい。懐かしのウノね。ドロツー方式ね、これ。はい、大丈夫かな大丈夫かな、池田さん。ね、池田さんの罰ゲームめっちゃ楽しみとかコメント来てますけどね。ドロツーとか久々聞きましたけどね。あと1分ですからね。あ、あと1分ですよ。はい、頑張ってください。他にもイケメンはというコメント来ますけれども、他には、まあ、ここのね、鶴見店の木村主任と、あとはお二方ですかね。はい、大東店、と森口店、とタウンライト2店ですかね。そうですね。はい、の方からあの各1名ずつ、はい、はい、来ておりますんでね。本日来られてるのは今のところあのメンバー上は4名という形でございます。はい。さあ大丈夫かな。さあ池田店長大丈夫かな。あ、罰ゲームの箱を持ってった三木店長が。背中が見えるぞ。無言でね。無言で行った。無言で行きました。無言で今行きましたね。もういいんじゃないですか。めっちゃ本気や。お、チャンスですね。5秒前、4、3、2、1、終了。お疲れでした。お疲れでした。はい、お疲れ。池田君当たり遠いよとか言われてますけどね。終了。惜しかった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 。はいはいはい、こっち来て。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 ちょっと待って。こっち来て。はい、こっち来て。惜しかった。惜しかったね。はいはい、池田とか言われてます。ちょ待って。何ですか。何ですか。いや、横の台打ってたら当たりましたよ。いや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 、もう時間がゼロを超えちゃってたんで。ふざけんなよ。惜しかった。どこで時間測ってんのよ。いや、こっち測ってるよ。こっちちゃんと画面上出てるから、これ。嘘つくなよ。どうします？あの、見えるようにやった方がいいですか？それとも見えないように。いやいや、見えないで。見えないよ。さっき見えるってやらされていてますからね。はい、ね。え、ちょっと待って、なんか枚数少ないですか。こんなもんすか。こんなもんすよ。あの、8枚8枚引いてますんでね。はい。あ、肉体の方ですね。肉体、はい、肉体の4。肉体の4。なんすか、肉体の選んじゃったか。はい、今ね、これ抽選見えてるんですけど。選んじゃったかって何。はい、はい、こっち、はい、はい、4番、8番までございますんで。いや、4番ケースバットというわけで、バットどこ行きました。なんなんそれ。しかもなんか、ちょっと待って、テープで補強して固まってるやん、これ。痛なってるやん、よく。いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です。あの、パンダさんいます？ちょっと呼んできますね。はい、パンダさんいますかね。はい、強化できるんですか、パンダになったら。パンダになったらいつもとキャラクター変わりますんでね。あ、いた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 。めっちゃ降ってる、めっちゃ降ってる、めっちゃ降ってる、これ。めっちゃ降ってる。やばいよ。うん、池田君、明日のことなんて考えないんだよね、言われてますけどね。当時、あの、阪神タイガースのブロワーズぐらいやばい。ブロワーズ。めっちゃ三振してたから、ブロワーズ。いや、もう一発一か八かみたいな。はい、じゃあこっちにね、顔向けていただきまして。え、はい、こういう感じですか。はい、こういう形。はい、いい叩き。あ、いいえ、いいえ、いいえ。ちょっと待ってくださいね。画面もうちょっといくね。だいぶ引かんと。はい、だいぶ引かんと。あ、これでいいですかね。はい、どうですか皆さん、どうですか。これ顔のデカさも際立つやつじゃないですか。いいえって言われてますけど、顔のデカさめっちゃ際立ってますけどね、はい、後ろの断密がいい比較になってますね、これね、うん、はい、うん、めっちゃ怖いな。あの、ちなみにこのパンダさん、今まであのバット2本へし折ってるんで、それだけは言っておきます。スラッガーですな、はい、スーツのお尻ビリっていくとかないですよ。それはあのご自身であの血筋ちゃんとね、はい、締めていただきまして、はい、はい、いきましょう。フルスイング希望っていうね、おぶつだけ出ないように放送事故にだけならないように、はいはい、放送事故にだけならないように気をつけてくださいね、はい、深夜でもね、はい、おぶつはちょっと、おぶつ言わない、おぶつ言わない。はい、いきましょう。いったちょっとバット大丈夫、バット大丈夫。プルプルしてる。めっちゃ力入った、めっちゃ力入った。はみ出た。何かがはみ出たみたいな、ね、はみ出た、大丈夫。あの、お尻今押さえてますけど大丈夫これ。いや、あのね、はい、一個数珠が割れた。数珠が一個割れた。数珠、はい、あかんあかん、数珠あかんよ。何入れてんの。数珠が割れる。数珠がおったんすよ。数珠おった。なんで数珠がそんな子にいるんですか、これ。いや、はい、2個しかない数珠が1個、ね、パンダエクスタシー嬉しそうと言われてますけどね。あの鼻のケージのスロットのあの
割れる感じね、あの数珠がねパーンいう感じですね、はい、赤色のが割れましたね、はい、じゃあ次松浦さん行こうかって締め入ってますんでね、じゃあ打っていただいて、はい、はい、行きましょうか、はい、5分スタートしますんでね、もう早速ね、はい、松浦当てたらええだけやぞ、下ネタかいって言われてますけど、いや、なかなか強烈なあれでしたね。真ん中打ったらいいんですか、どれでいきますか、真ん中、あの自分で選択していただいて、あ、一番右だと思いますけどね、これね、はい、映してるのはね、はい、どれでも、はい、当てたら次パンダやからって言われますけど、ね、シャドーハーツでもいいし、シャドーハーツだか、シャドーハーツが全部回ってるけどね、消化してから、じゃあ止まってるやつでいきます、はい、止まってるやつでね、お願いしますね、はい、いやー、なかなかケツいいあれでしたね、これね、これなんか音でかい、音でかい、なってますか、音でかくないですか、はい、元を戻してもらっていいですかね、当てたら次はドラちゃんですよね。とうとう室内の気温が、30度を今超えました。はい。あ、何当たった？これが当てたんじゃん、それ。それノーカウントやから。あ、これはノーカウント？これ消化したその次のやつやから。あ、全部当たってる。はい。それ消化してその次のやつやから。あ、そうですね。これ消化し終わってからですね。何やったらそのビッグ中のやつみたいな。じゃあ僕のやつ超えとうないですか、ね、今。大丈夫ですか？え、池田店長もう一回反応。はい。はい、大丈夫ですかね。はい。これでいいですか？はい、OK です、OK です。はい、と言っていただいて、これ3分40秒やっておりますんでね、煉獄がリールを止めてくださいね。でも今からあれですよね、うん、今から打ちますけど、時間はそのままですよね。はい、時間そのままいってますからね、残り3分30秒、はい、煉獄や、画面映ってないということでね、左下映しましたんで、松田さん、もうちょっと左寄ってもらっていいですかね。はい、カメラちょっと若干かぶりますんで、はい、OK です、大丈夫です。はい、池田の脇汁ぶしゃが来たかって言われてますけどね。いや、来てますよ、はい、ほんまに。まあ、池田君、明日のことなんて考えんなよって言われてますけどね。先ほどの日記日店長の名言、そうですね、流行る、これは流行るかもしれません、ていうか以前流行ってましたからね、実際にね一番最初が初回配信の時にね、あのコマコマ副主任になんと壁ドンをして明日のことを考える、壁ドンのラップ越しのキスでさせられたっていうのがねありましたからね、コマコマ落ちてるでしょそれもいや、あの一瞬ね、あの、はい、後で僕 YouTube で確認したんですけど、はい、顔が乙女になってましたから受け入れる瞬間の表情になってるでしょ絶対いやしかもね、あいつね、あの身長差があるんで、はい、若干上向きやったんですよ迎えに行ってるねそれ余計キモいっていうね確かにあのちょっと絵的にはね、絵的にちょっとねちょっとね、はい、でもいきなりあんなところ引くと僕も思わなかったんですけどもね、はい、熱いめっちゃ暑いですねこれ。いやだいぶとこれ暑くなってまいりました。この暑さは、はい、30度を超えてまいりましたね。ちょっとジュース買ってきます。はい、どうぞどうぞ。そうですね、エアコンのメンテナンス中ですんでね、これもご了承いただければと思います。さあ残り2分ね、やっぱり木村のミスだよねとか言われてますけどねさあどうなってるかな今。はい、イケメンギャグですか。イケメンギャグ、はい、さあ、ちょっと待ってイケメンモノマネいやもうモノマネ、いきなりの振りが来ましたねこれね。さあ、店長からの振りどう答えますかって言われますけどね。イケメンモノマネ、はい、いやー、厳しいな。あー、イケメンですか。レパートリーの中から1個やってくれたらレパートリーの中から、レパートリーがあるんですか赤ちゃんマンさん。あ、ちょっと待って、当たったんちゃう。これ当たった臭くないか。助けてくれた感じですかね。これは許さないよはい、というわけでこれ当たりましたね。同じことやってる。同じことやってる。上乗せきた。はい、次日記に来て言われますよ。はい、次ドラミちゃんじゃないですか。あれ、ドラミちゃん次ドラちゃんって言われてますけど。空中餃子、ポンコツ食っちゃうし。はい。あ、ちょっと待って、今ちょっとストップしますね。はい、一時停止しますからね。はい。次のあれ誰ですか。打つのは。次ドラミちゃん。お、指定が来ましたよ今。何か言おうとし
今全てを今置いて帰ろうとしましたよこの人ね。え次ドラだろうって言われてますけどね。次ドラちゃん、ね、もうなんかマイクとか全部外 し, 全部も外して、あ帰る気まんま逃げたやば。ああということで JP さんですね。そうですね。俺じゃあ司会進行はババコンガ店長と一気に気でやっておきますので、はい。そうですね。はい。じゃあここの再開をしてください。あと何秒ですか？あのここの40秒。40秒。ここね、ここ再開をしたら、はい、もう押しました。もう押したんかい。もう押したんかい。はい、入らない。それ入らないか。あと30秒ですよ。もう。やばいよ。おお、たまらんわもう。脱走 JP わらわらってきてますね。ほんまババコンが応募やわ。JP さん、自信のほどは。自信のほどあるか、そんなの。ないですね。なんも回せんねん、これ。え、いや、そんな文句ばかり取ったらドロー4ぐらい来ますよ。ドロー4あんの、それ。はい。ドロー4あんの。そうですね。あと10秒ですね。9、10秒、8、7、5、4、3、2、1、終了。そのカウント無情やわ、はい、終了。早く来てください。はいはいはい、お疲れでした。はいはいはい、5秒以内に来なかったらドロー4買いますよ。なんやね、意味わからんぞ。意味わからんぞ。はいはい、で、行きましょうか。はい、いやでも着てる服すごいですね。でもノーボーナスマイライフって書いてます。そうですよ。はい、ある意味自虐的なネタですからねこれね。はい、ノーボーナスマイライフだすんで、うん、はい、まあ、ちょっと一応これパチスロ系の自虐チーサスって、まあ、まあ、なんでもいいんですけどね、はい、ちょっとそのドヤの感じちょっとめんどくさいんで。ドヤしてへんやねん。ドヤしてへん、はい、怒ってる怒ってる、ちょっとガチで怒ってる。はい、行きましょう。顔がもう怒ってますもんね。顔怒ってるかい。はい、あ、ちょっと待ってくださいね、JP さん。それと、あ、それもそうですし、いや、何を返そうとしてるんですか。な、何それと、3枚引きですよって視聴者から来てるんで、3枚引きでください。意味わかれ。いや、だってもう、そういうあれで来てるんで、3枚引きましょう。意味わかれへん言うてんねん。どんなになってんねん。ひでえわらわらってきてます ね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、いきますか。はい、肉体精神ですね。その3枚を同時にいきましょう。1個ずつとかじゃなくてもう全部全部同時開催でいきましょう。じゃあちょっと待ってね、はい、うん、ほんま、えらいことだったなこれ。ボソッと。ドラミどこ行ったよ。ちょっと待って、何番と何番と何か、もう1回見せてください。ね、3番と6番、18金とゴムパッチンと、あと何、精神が一人低周波って書いてあるね。全部痛いやつ。一人で低周波しながらゴムパッチンして18金を飲み干すと。やば、飲まれへんから。飲み干すとか無理やからね。唐辛子やからね。18金を含んで、はい、含みながらゴムパッチンを受ける。そして一人で低周波を受けると。だいぶ痛々しい人やなこれ。だいぶ自虐的な気持ち悪い人ですけどね。そうだいぶ気持ち悪い人やねこれね。、うん、はい、おじさんすねないでって言われてますよ。いや、そらすねるやろ。当たり前やろ。そらすねるやろ。ぼやくおじさん地獄やな、うん、言われてますね。じゃあ何これ、18金パーってかけたい。オールソロプレイって。オールソロプレイ。これパッチン一人は無理っしょ。パッチン一人は無理っすよこれ。なんかどっか台の間に挟み込んで自分で離れていって食らうっていう。ちょっと待ってください。まあパッチンだけはこっちでやりますよ。じゃあちょっと誰か引っ張ってくださいよ。これわざわざ用意したんやから。あ、じゃあ僕やります。はい、はい、俺低周波一人でやるとか言う。いや、これ僕やらされても。いや、これじゃあこっちのこっち持ってください。僕もこっちも18金これ。あ、ね、込むんか。これもつけてるからね。タランタランなんでやねん。いや少ないでしょ。なんでやねん。いや少ないでしょこんなこれ。じゃあいっぺん舐めてみてくださいよこれ。舐めないです。いや僕罰ゲーム当たってないです。うん、はい、最悪やろ。ほんま。いや俺後で責任取ってくれよマジで。いや僕らが受けてる罰こんなもんじゃないですもんね。嘘つけや。僕前誘われてってますから。嘘つきーな。僕もね、なんや言うたらエンデックに恨みしかないんで。それは通常放送の前にやってくださいよ。ここで俺が受けんのかいな、これ。やっぱりね、女性に向けてやると、やっぱなんかいろいろ問題が出てくるじゃないですか。ごめん、ちょっとこれもこれで僕おらんようになったら、ちょっとごめんなさい。マジでちょっと MC 任せますわ。これはね、耐えられない可能性が高いもん。はい。はい。
もはいとかめっちゃ返事できっとうやん。できっとうか。めんどくさくなってもうて早くやれへんかなと思って。あ、何が早くやれへんか。何が早くやれへんか。すいません。はい、じゃあこれでで加えていただいて、とりあえず低周波入れ。なんでこれこの、ああもうほらほらちょっと落ちたかな、これはもう、はい、このままいくよ、これ、はい、はい、で、我慢しといてくださいよ。はい、ちゃんと買ってくださいよ。はい、低周波入れてください。はい、低周波全然痛くなそうですね。全然痛くなそうですね。全然あれ、はい、次行きましょう。あれ、いらじゃあ次、誰でしたっけ。次、ニッキニキ店長でしたっけ。まだやるんすか。やります。もういいでしょ。もう告知に宣伝して、はい、あ、そうやね、2時ですもんね、もうね、はい、はい、これはエグい。わらわらわらなんか変な音入ってますね。あらあら、 JP さん、 JP さんはい、ということで、そろそろ終了しましょうか。そうですね、はい。あ、でも僕そっちがおった方がいいんですね。やっぱ JP さんおらんかったら回らんね、これやってみたはいいもののはい、ということで、まあ時間も55分ぐらいにはなりましたが、最後ちょっと監督側がこっちにおるんですけど、また意気込みと、まあ、ちょっとご案内を日記に来てんじゃんの方から、はい、お願いします。まあ、初回このグループの活動は寝屋川南店9月20日になるんですけども、はい、まあ、それ以降も随時、お客様と共にこのグループを、盛り上げていこうと思っていますんで、何かこういうことをしてほしいとか、具体的なことがあれば全然言ってくださったら、答えられるものには答えようと思ってますんで、はい、どしどし、ご意見等お聞かせいただけたらなと思います。そうですね、どんどんじゃんちょっと盛り上げていきたいなと思ってますんで、本当にその些細なご意見であっても、ね、どんどんいただきたいですよね。そうですね、はい、というところで、まあ、役職の方々からは、はい、まあ、お願いします。はい、まだ周りの方に認知もされてないですし、まあ、知らない方も多数いられると思いますので、まあ、どんどん、皆さんに知っていただいて、これから盛り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。っていうかね、ちょっと後ろで JP さんちょっとうるさいんですけど、あれ、あ、体調崩されましたね。やばいですね、めっちゃおもろいですもんということで、まあ、赤ちゃんマンさんから一言お願いします。はい、まあ、ちょっとあれなんで、まあそうですね、とりあえずちょっと今日並んでみて、ちょっと明らかに背が一人だけ低いので背高いので皆さん、はい、シークレットブーツとりあえずちょっと別枠で発注して、はい、ああなるほどですね、はい、ちょっとでも並びに行きたいと、はい、それはしっかり店舗経費になりますから店長に確認いただいて、そうですね、はい、あ、ドラミ店長に、はい、言っときます。そうですね、はいはい、まあまあ、はい、別にね、やっぱり身長高い方もいれば、ちっちゃい方もいても、こうね、いろんな方の好みがあると思いますんでね、はい、差がちょっとすごすぎないですか全員180オーバーじゃないですか、違います。僕も82ぐらいありますね。そうそう、僕は87です。おっ、新しいに78。ああ、まあまあ75は超えてると、はい、そうですね、やばい。高山さんいくつ。僕65ですよいや、ほんまになんか中学生と高校生ぐらいの差はあるかなと一回りぐらい違いますね、はい、もうなるほど、はい、で、まあ、視聴者の方からね、さらに、はい、いろいろコメント寄せていただいてるんですけど、はい、CD デビューしたらとか、はい、ちょっといろいろあって、まあまあ、ちょっとみんなでもね、こういう話ありましたよね。そうですね、なんかこんなんもできたら面白いなとか、はい、あとなんかイケメンメンバーの写真が載ってるポテトチップスとか、あ、なんか 裏にカードが入ってるプロ野球チップス的なやつのイケメンバージョンみたいな、そんなんもあったんで、まあいろいろちょっと考案しながらやっていきたいなという感じですので、ジェミさん最後、あ、おかりなさいませうんうんって大丈夫あごめんなさいね、はい、といった形でございましてめっちゃテンション お疲れ様でございましたごめん、喋れない喋れないっす申し訳ない
今すごい勢いで唇の裏腫れてます。はい、ちょっとごめんなさい、喋れない状況でね、こういう形になりますけれども、はい、改めてね、告知という形でございましてめっちゃ笑ってるやんめっちゃ笑ってるけど、はい、というわけでシルバーウィークも気候内ということでございまして、はいはい、大阪東部エリアね、イケメングループペステということで今後も活動されるということでございますんでね、はい、皆さんこの活躍の仕方にもまたね、ニコ生でもおそらく告知等々はねやっていくかと思いますんで、そうですね、はい、はい、ぜひぜひ皆さん注目していただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、といった形でね、本当にお忙しい方は皆さんね、お集まりいただきましてありがとうございました。また今後のね企画とかでも来ていただければというふうに思いますんで、はい、今後ともね、活動にぜひ注目をしていただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いをいたします。一つだけちょっと言っていいですか。はい、どうぞ。はい、18期になれた方がなんか JP さん流暢になってないですか。いや全然なってない、なってない気のせいや、これ言うたらまたね、どこの現場行っても言われるからやめてくれるかはい、といったことでね、はい、はい、といった形でございますんでね、はい、はい、というわけでございまして、またあと一つ、告示だけさせていただこうと思います、はい、来週の水曜日でございますけれども、この鶴見東大阪店の放送の方お休みという形になります、うん、その代わりにですね、梅北店の方がちょうど来週の木曜日ですかねの方で、グランドオープンが2周年を迎えるということでございますので、9月の24日の深夜0時からという形でございまして、いいタイミングですね、はい、ちょうど1日前の方からうん、スペシャルゲストも来られるということですので、梅北店からの放送という形になりますのでね、ぜひぜひどうぞよろしくお願いをいたします。はい、お願いします。といった形でございまして、本日もね、お早々までお付き合いいただきましてありがとうございました。お四方、本当にお早々までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでまたね、来週は海立ての方からですね、再来週皆さんにはお会いしたいと思います。また再来週お疲れ様でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。イケメンメンバー。